ナビスタジアムです。リオデジャネイロオリンピックを目指す若き日本代表がアジア地区最終予選大会2戦目を迎えます。大会初戦北朝鮮を相手になんとか勝利をもぎ取った23歳以下の日本代表、そこから中2日で迎える今日はタイとの一戦です。放送席の解説は松木安太郎さん、中山雅史さんです。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。徐々に日も傾き始めたカタールドーハです。さあこの大会はアジアに与えられたわずか3枚のオリンピックの切符をかけた戦いです。オリンピック本戦と同様23歳以下で争われ、アジアの16チームが参加。まずは4チームずつに分かれてのグループステージが現在行われています。各グループの上位2チームが決勝トーナメントに進出し、そこからさらに勝ち進んだ上位3チームだけがオリンピックの出場権を獲得します。まあ、とにかく松木さん、厳しい戦いがこれから先も続いていくということですよね。いや本当そうですね。一つずつをね、もう大事に勝っていくしかないという大会ですね。しかもご覧いただいていますように前回大会までとは予選方式が変わりまして、ここカタールで全試合が行われ、およそ3週間という短期間で全てが決まるという方式に変わりました。中山さん、このあたりの難しさというのも特に若い選手ですし多少はあるでしょうね。まあ、ここはやはりコンディション作りですよね。常にベストの戦いをできるとは限らないですけれども、どれだけ回復力をこう向上させるかというところですよね。はい、中2日で今日の一戦も行われます。そんな中、日本は大会初戦難敵と言われていた北朝鮮に対して開始5分コーナーキックからセンターバックの上田直道がゴールを決めまして1対0。まあ、その後は苦しい時間帯もあったんですが辛くも勝ち点3をつかみました。とにかく松木さん、勝ったということは大きいですよね。いや大きいですね。初戦ね、本当にどのチームもこう勝ちたいところで、まあ、日本が勝利できたっていうのはね、しかも内容的にはちょっと危なかったですからね。そうですね。はい、そして一方今日の対戦相手のタイは初戦強敵サウジアラビアと引き分けています。あの言い方は乱暴かもしれませんが、中山さん、はい、我々がサッカーのタイ代表と聞いて思い浮かべるようなレベルではなかったですよね。いや正直僕も舐めてましたね、タイ代表を。ここまでやるのかっていう驚かされましたよね。うん、ですから松木さん、はい、当然ですがオリンピックをかけた一戦、今日も決して楽な試合にはおそらくならないでしょうね。そうですね。ですからタイはもう完全に今日日本をターゲットにしてますから、もう、はい、この一発勝負でなんとか勝ちたいと思ってますから、その辺はね十分注意して戦わなきゃいけないと思いますね。初戦勝ち点3をもぎ取った日本、今日タイに勝つことができればペグラモリジャパンはまずはリオオリンピックに向けて決勝トーナメントの進出を決めることができます。ただ逆に言えば今日勝つことができなければこのグループ B は最終節までおそらく4チーム全てに決勝トーナメント進出の可能性が残る大混戦になってしまいます。今日も大事な一戦が始まります。加藤さん、だから引き分けるとね、日本が、はい、すごく面倒くさくなりますからね。とにかく今日は勝たなくてはいけません。手倉森監督は強い日本が戦うのではなく強くなるために日本が戦う、そんな大会にしたいと話しました。確かに初戦の北朝鮮戦は私たちが期待するような圧倒的な試合運びではなかったかもしれません。ただ若い選手たちは一つ一つ試合を経験しながらこの先大きく成長していきます。このアジアでの戦いを勝ち抜いた先にオリンピックはもちろん日本サッカーの未来があります。これからの日本代表を担っていかなくてはいけない選手たちです。さあまずはタイの国歌が演奏されます。يعزف الآن النشيد الوطني لتايلاند。スタジアムには日本国歌が流れます。日本国歌です。
リオオリンピックアジア地区最終予選、日本にとってのグループステージ第2戦、タイとの一戦が間もなくキックオフを迎えます。さあそれではここで日本の今日のスターティングメンバーをご紹介します。中2日という日程の中で手倉森監督は実に6人スターティングメンバーを変えてきました。ゴールキーパーは変わらず串引き、ディフェンスラインに亀川、奈良、岩波、室谷、ダブルボランチにキャプテンの遠藤、そして7番の原川、左に豊川、右に矢島、そして今日のツートップは9番鈴木武蔵、そしてスピードスター16番の浅野拓磨という11人になりました。まあ、中山さん、もちろんコンディションの問題もあると思うんですが、これだけメンバーを変えてきたというのは少し驚きましたね。そうですね、これは全く予想がつかなかったですよね。はい、まあ、いろんな選手のコンディション、あるいは1戦目の調子を見て監督が判断したものでしょうね、これもね。その中でどうでしょう、松井さん、今日はどの選手にまずは注目ですか。はい、やっぱり浅野選手ですよね。彼のスピードがこの、まあ、チームでどれだけ生きてくるかというところでしょうね。相当メンバー変わりましたからね。まあ、とにかく出た選手のいいところを全部このゲームに出してもらいたいという、そういう思いです。そして久保、南野といった海外組は今日はベンチからのスタートです。そしてタイのスターティングメンバーはこのようになっています。年齢制限のないいわゆる A 代表でも戦う選手が実に6人含まれているタイ。中でも日本が気をつけなくてはいけないのがこのチームのキャプテンでもある18番のチャナティップです。このチャナティップを中山さん、日本はしっかりと抑えることができるか、今日は大きなポイントになりそうですね。そうですね、この選手はあんまりドリブルはしないんですけれどもね、はたいて走る、はたいて走るでペースをつないで掴んできますから、いますし、はい、この選手からこうパスが供給されていきますから、どう抑えていくかですよね。158センチ、小柄な選手で、タイのメッシとも国内では言われているといいます。まあ、ただ今中山さんおっしゃったように、決してドリブルをたくさん仕掛けてくる選手ではないなという印象が我々も第一戦を見てありました。さあ勝てばグループステージ突破が決まる一戦です。改めてですが松木さん、はい、逆に言えば今日は勝たなくてはいけない、そんな見方もできますね。いや、引き分けだとね、本当にもう各チームチャンスが出てきますんでね、これなんとかね勝ってほしいと思います。大幅にメンバーを入れ替えてきました。23歳以下の手倉森ジャパン、まさにこの大会は総力戦です。さあ今日はどの選手がスターになるか。リオデジャネイロオリンピックを目指す戦い、日本の第2戦が始まりました。今日は白のユニフォームが日本です。右にエンドを取って前半が始まりました。まずは左サイドバックの亀川がディフェンスに行った日本です。タイのスローイン、体を入れていった原川がそのまま追っていきます。まあ、まずはこの前半の立ち上がりですが、松木さん、うん、初戦の北朝鮮戦、はい、選手たちに話を聞くと少しロングボールを蹴りすぎてしまったという話をしていましたよね。まあ、縦に急いだという感じなんでしょうけど、まあ、ただチームのコンセプトとして、ね、縦に行こうというものが、まあ、ある程度選手たち、ね、ちょっと多めに出てしまったかなという、まあ、はい、北朝鮮戦でしたけどね。そして今のシーンはタイの18番チャナティップがやはり体の強さも見せたというシーン。今14番の豊川がプレスに行きました。小さいんですけど強いですよ ね、 そうですね。ね、ただ日本もね、あの選手に渡ると怖いっていうのは分かってますから、やはりチェック早いですよね。はい、今日はウズベキスタンとイランの審判団、主審はタンタシエフさんが務めます。あとはこのセットプレーね、攻めも守りもやっぱり気をつけなきゃいけませんね。まずは最初のピンチ、日本ボールが入ってくる間だ、跳ね返していった。危ない、ね、よく当てたよな。ここは奈良が跳ね返していった日本です。前の試合は出場機会がなかった背番号13の奈良達樹が今日はセンターバックに入っています。前の北朝鮮戦ではゴールも決めた上田が入っていたポジションですが、今日は手倉森監督、奈良を起用してきました。この辺ですよね、18番、細かいパスをつないでくる11番はピニョ、ね、そして左サイド対応していく日本、ここにチャナティップがいます。タイそのまま原川が追っていきます。やはりパス回してきます。そしてここでクロスボールが入ってきます。落ち着いて対応していったのは12番の室谷、今回このチームでは唯一の大学生です。明治大学の3年生の室谷。やっぱりタイの18番チャナティップやっぱいいですね。なかなかねフリーにさせたらいいボール出てきますから、これ気をつけないとダメだね。手倉森監督も話していたんですが、もしかしたらタイは日本相手には引いてくる可能性もあると言ってましたが、中山さん、ここまで見ているとそういう様子はなさそうですね。来てますね、前から奪われた。さあピンチになる、右サイドにボールが出て追っていく、亀川かわされた、ゴールキーパー串引き、最後は串引きが触りました。コーナーキックです。いや、立ち上がりタイのペースになろうかというこのグループステージ第2戦です。ちょっと気をつけたいですね、ここは集中したいところですよね。中盤のねちょっとしたこう、まあ、ルーズなプレーから、はい、
始まりましたね。これでも危ない。これ最後どうなんだこれ。あーキーパー攻めきってるのかな。後に触ったようにも見えましたが、ね、ね、我々から見るとそう見えんだよね。ただ判定はコーナーキックということになりました。さあここも集中して守らなくてはいけません。まずは防戦から始まった今日の一戦、日本です。いや十分注意だよこれ。高いボールが入ってきてファーサイドヘディング、ここはポストに左外れていきます、ね、フリーでやらしちゃダメだね、うん、体寄せたいですよ ね1人は痛いですよね、うん、特に、まあ、タイと日本の平均身長と考えても日本のが大きいわけですから、はい、ここはねフリーでやらせちゃえばまずいですね。今日は高さでは日本に分があります。タイの場合フィールドプレーヤーでは180センチ台は17番のタナブーンという選手ただ1人だけです。17番のタナブーンという選手ただ1人だけです。いけないですよね。いや、やれちゃダメだと思いますね。さあ日本左サイドバックの亀川、この亀川も前の試合は出場機会がなかった選手です。逆に高さはやっぱり日本は無理だと思わせるようなね、プレーをしなきゃいけませんからね、まあ、立ち上がりやってフリーで打たすのはちょっとどうかなと思いますね、前の試合はセットプレーから得点を奪っている日本。さあここは浅野が狙っている。スピードのある浅野が狙っていきました。そしてここにチャナティップです。タイ、ただキャプテンの遠藤がプレッシャーをかけて今度は鈴木武蔵、奪った日本。鈴木がそのままいきます。このこぼれ球は矢島、右サイドバックの室谷もプレッシャーをかけていきます。さあここでまたタイが仕掛けてきます。スピード感のあるタイ、一気に日本陣内まで来る。ここで岩波が足を出していった日本。背番号7はティティパンです。年齢制限のない A 代表でプレーをする選手が6人含まれているタイ代表。やはり中山さん、ここまで見ていてもちょっと今日は侮れないなというのは間違いなさそうですね。非常に、ね、リズムのいいパス回しをするんですよね。だから、はい、今ここまで見た時点では日本代表も、ね、絞れないんですよね、ターゲットを。今もやっぱり自分たちのボールを失った瞬間からすぐにディフェンス入りますからね、うん、細かいパス回しはタイだ。ここで亀川のカット、早いボール回しがいいね、早いボール回しがいい。チャナティップ、チャナティップ、日本の背番号14は豊川、その豊川がプレッシャーに行きます。うん、ナイス。そしてここで浅野、うん、スピードのある浅野、快速を飛ばしていく。さあどうする浅野、縦に行った、縦に行った、うん、少し足がかかりましたが、ただまずは初戦出番のなかった16番サンフレッチェ広島の浅野拓磨が持ち足を見せていきました。一番得意なところですね、左サイドでね、もう突破するかなと思って相手の足にちょっと当たっちゃった感じで ね、スピードを落ちましたね。 50m5 秒台という快速の浅野、まあ、前の試合では結局ピッチに立つことはできませんでした。悔しさがある、その分悔しさをこの試合にぶつけたいと話していた浅野です。あ、やってくれるでしょう、うん、ね、今日は白のユニフォームが日本です。その日本がクロスで、ファーから入ってきたのは矢島だ。ここはゴールキーパーソンポーン、ファイセーブ。ソンポーンはね、この前のね、サウジ戦もね、すごいセーブでしたからね。今のもそうだね、これ当たってますね、うん、ゴールキーパーソンポーンが抑えました。タイの場合にはゴールキーパーソンポーン、初戦となったサウジアラビア戦では PK も止めているゴールキーパーです。松木さん、今日はこのソンポーンのゴールを割れるかどうかというところですね。そうですね、これ大きいと思いますよね。だからあんまりそれもあんまり意識しなくてもいいと思うんですけどね、キーパーがいいっていうのはあんまり意識しないでいつも通りやってもらいたいと思いますよね。先ほどは背番号21矢島慎也がシュートを打っていった日本です。そしてここに鈴木武蔵、中に送っていきます。中には浅野、ジャマイカ人の父を持つ背番号9の鈴木武蔵、まあ、この鈴木もスピードが武器の選手です。中山さん、今日は鈴木と浅野という2人のツートップがどんな働きを互いに見せるかというのは注目ですよね。そうですね、どっちかというと鈴木武蔵の方がターゲットになると思うんですよね、はい、その落としたボールに対して浅野がどう反応していくのか、そこを周りが狙っていけるかってところだと思いますね。その鈴木が競っていって競り勝ったボールに浅野胸でトラップして、ね、鈴木と浅野がこういいコンビネーションでね、うん、ボールに絡んでくれると面白いですけどね、うん、まあ、タイ代表もそれほど引いてはいないようなので、はい、後ろにスペースはあるんですよね、はい、そこをこの2人がどう狙っていけるかですよね。ここはパスをつないでいく日本です。14番の豊川、そして亀川も上がってきました。豊川がそのまま前線に行きます。ここにキャプテン背番号3番の遠藤航、まあ、この遠藤もまずは初戦北朝鮮戦苦しい試合だったとはいえ勝ったことは大きいというふうに話していました。勝ち点3を持って今日の第2戦に臨んでいる日本です。さあ室谷が上がってきてクロスボールが上がってくるファーサイド、ここにキャプテンの遠藤頭で落としていきます。いいですね、13番室谷ね、1戦目も良かったですし ね、はい、すごくね、はつらつとプレーしてますよ。室谷聖、
唯一の大学生ですが本当に初戦も思い切ったプレーを見せてくれました。矢島から浅野が抜けていく。トラップ、シュート、ポスト だ, ポストだよ。そしてもう一度キーパー触ってるんでしょうね。あれちょっと触れたかな。浅野のシュートは決まらず。ただ今のねボールのところでよくやっぱり浅野早い ね, 早いですね。あそこ追いついちゃうんだから。一気にトップスピードになって抜け出しました浅野。ただ先制点とはいきませんでした日本。ここは激しく潰していった日本です。まあ、どうでしょう中山さん、少し立ち上がりふわふわとしていた中でちょっと日本落ち着いてきましたか。はい、まあ、あの自分たちの良さ、それぞれの選手の良さを、ね、出し始めてますよね。うん、さあここも日本が相手陣内でボールをキープします。ここに21番の矢島、矢島から右サイド抜けていって、うん、低いクロスボールは鈴木武蔵、うん、まだ止まりくるヘディング、バーだよ。バーバーだよ今度は。豊川のヘディングはクロスバー。熱狂的なタイサポーターからは悲鳴のような声が漏れました。いやただタイはね1戦目もこんな感じだったんだよ立ち上がり、はい、ね、終わってみたらね本当にいい試合やってますからね。これ分からないね、あのタイ代表粘り強いんですよね。でまたやっぱりキーパーのポジションとかディフェンスがやっぱギリギリのところでね、はい、中山さんなんかこう寄ってきてるのかもしれない。そうですね、だからああやって簡単にねその入らないんじゃないかな。バーとかねポストとか、ポストに1回、そして先ほどの豊川のシュートもバーを叩きました。先ほど映像と音声が乱れたことをお詫びいたします。大変申し訳ありませんでした。これさっきの、先ほどの浅野のシュートはこれもキーパーやっぱりこの辺来てるんだよね。次行ってるからやっぱりこう焦ってしまうんですよね。さあ先制点の欲しい日本、ここはキャプテンの遠藤です。少し戻して亀川、なんかタイのキーパーラッキーボーイだったからね、はい、1戦目もサウジアラビアにあれだけ攻められてもね。ここで奪うのは日本か。イーブンのボールはチャナティップが抑えます。タイのチャナティップから右サイドナルバディ、ここはパスが乱れて日本ボールに変わります。もう一度この辺がね細かいステップチャナティップ、ウリが効くんだよねこのチャナティップね。18番キャプテン、このチャナティップは年齢制限のない A 代表でもすでに主力としてワールドカップ予選を戦っている選手。2013年には日本の清水エスパルスの練習にも参加しています。ここで奪った日本倒されます。ここはカードが出そうです。背番号10パコーンにイエローカードが今出ました。累積でイエローカードを2枚もらうと次の試合に出場することができません。ここは日本の原川に対するファールです。さあボールをセットしたのは岩波、パスをここは繋いでいきます。ここに奈良たつき、奈良も前の試合はベンチから見つめていましたが、ここは長いボールが出ます。岩波からのフィード届くかどうか、走っていったのは室谷です。室谷も積極的でいいですよね。試合裏へ動いてますからね。でその室谷が動くことによって矢島が開くんですよね、はい、で矢島が持ってそこからのパスの配球ができてるんでいいチャンスが生まれてますよね。室谷は第1戦の北朝鮮戦でもフル出場したんですが、そもそも自分がスターティングメンバーと聞いて言葉も出ないぐらい驚いたというふうに話していたんですが、その割には中山さん思い切ったプレーを初戦も見せていましたよね。攻撃守備両方に非常に集中したいい状態でやってましたよね、うん、ここは浅野が追っていってタイガータッチラインに逃げました。さあ日本はスローインのチャンスです。粘り強くここまで守備を固めているタイ、その青い壁を破らなくてはいけません。今日は白のユニフォームです日本。細かいパスをつないでいきますが、ここでタイの足が出る。ここにチャナティップ、対応していくのは矢島、今度は原川、そして遠藤が奪う。激しいボールの奪い合い、つないでくるタイ、前を向いて。そうですね、これ中盤でねやっぱり仕事をさせないっていうのはいいですね。これ1戦目あそこはねちょっとね空いたんだよね中盤がね、はい、その分ね今日はそういうことのないように。まあ、そもそもこのチームを率いる手倉森誠監督は細かくつなぐ日本の良さ、それに加えてロングボールで少ない手数で一気に相手ゴールに迫る攻撃も、まあ、ハイブリッドで持ち込もうという考えを、持ってこのチーム作りをしてきたわけなんですが、初戦に関してはその長いボールばかりが出てしまったという反省を口にしていた選手たちです。ですから中山さん、本来であれば日本はもっともっとつないでいけるチームではあるということですよね。そうですね、バランスですよね。ロングボールも
ありショートパスもありドリブル突破もありそういうものをうまく組み合わせて攻めるのが理想なんですけれどもね、うん、どうしても最初初戦ということでね怖くないプレーというかねセーフティーファーストでロングボールが多くなってしまいましたよね、まあ、初戦北朝鮮戦が終わった後には手倉森監督はまあほっとした表情ではありましたがいや選手たちは固かったなという話を我々にもしてくれました。今日は第2戦どこまで自分たちらしさそれをこのピッチの上で表現することができるでしょうか。23歳以下の日本代表です。自分たちの良さをそのいかに引き出すかってことで、まあ、広がったり細かいパスしたり長いボール出したりっていろんなことをやって自分たちの一番いいところを出す、これね長山さんおっしゃったように理想ですから ね、 そ、 うですね、そこを求めてもらいたいってことでしょうね。ここは長いボールがタイの最前線に出てきます。ラカテには奈良、原川が前に送ってここに鈴木武蔵しっかりとキープして前を向きました。そして預けて豊川、14番の豊川、ここは豊川に対するファールです。この豊川はそもそもテグラモリジャパン先に21人の選手を発表して残りの2人は追加発表という形でした。その2人のうちの1人が豊川です。ドリブルやパスが多い選手が、ドリブルやパスが上手い選手が多いこのチームの中で豊川曰く自分はボールがないところでの動きに特徴があるアクセントになれるという話をしていました。さあこのボールはタイに渡ります。中央からここで奈良が前に行く、かわされて裏のスペース一気にサイドを変えてきたタイです。対応していくのは背番号15の亀川、亀川が送らせてサポートを待つタイ、中にボールを送ってくる、ワンタッチで送ってきて、ここはトリスタンには通りませんでした。いやだけどいろいろアイデア持ってますからね、これやっぱりスペース空けない方がいいね、まあ、一つ一つの足元の技術は非常に高いものを持っていますタイ代表、まあ、本当にここ数年目覚ましい進歩を遂げていると言われているタイサッカー。まあ、日本の選手もたくさんプレーしてますしね、はい、あと指導者なんかもたくさん行ってますから日本の情報っていうのは相当入ってるだろうし、はい、アジアのやっぱり最高峰の日本の戦いぶりっていうのも十分情報として入ってると思いますからね、日本にとってきつい相手でだと思います。現在タイの1部リーグでは選手としては33人、さらに監督としては日本人8人が指揮を取っているという、まあ、本当に日本人が多いタイリーグ、その中で育ってきた選手たちでもあります。まあ、そのタイリーグで2014年にプレーした南アフリカワールドカップ日本代表の岩政選手に話を聞きますと、まだまだタイサッカー課題は多いけれども中山さん、それを凌駕する勢いが今タイにはあるんだという話をしてくれました。まあ、国民全体でなんかサッカーをこう盛り上げているという雰囲気がありますよね。まあ、今日も日本以上のサポーターが駆けつけているタイです。その熱気が伝わってきますよね。岩波からのボールは跳ね返されます。セカンドボール拾ったのはタイのチャナティップ18番、そしてここはロングボールを狙ってきますが、うん、しっかりとカバーに入った福岡の亀川、15番亀川いい、おっとおからここは深いスライディング、ファールありません。少しボールを晒すような形になってしまいました。今度はキャプテンの遠藤、このキャプテンの遠藤は来シーズンからは浦和レッズでプレーをすることが決まっています。一旦戻して亀川、そして奈良、ここは落ち着いてパスをつなぐ時間帯に入りました日本。矢島から縦パス受けたのは浅野、そしてキャプテンの遠藤、左サイドバックの亀川ももう上がってきています。原川から鈴木武蔵、1人かわしてややシュート、クロスバーの上、その前にオフサイドです。オフサイドか、ボールを受けた鈴木武蔵のポジションがここはオフサイド、オフサイドですけどこれ決めたいよね、オフサイドでも、ね、オフサイドでもやっぱりゴールに突き刺しておきたいね、ボールを、まあ、うまく相手のディフェンスとディフェンスの間に入ってね、うん、あのボールを運びましたけれどもね、流れすごい良かったですね、はい、ちょっと日本の方がボール長く持ちすぎっていう印象ないですか、うん、もっとね小気味よく回したいですよね、もっと回した方が向こうは嫌がると思うね、うん、だから持ってる間に詰められてるケースが今多いですから、ね、だからボールが動いてる間にポジションを取りたいですよね。それは一人一人の選手が少しボールを持ちすぎているというというか、まあ、ラグに持てるっていうのもあるんだろう、はい、ワンタッチでパスを出すというよりも一つコントロールしてからっていうね、はい、それをしてることに探してる、そこから出るっていうことなんで相手も読みやすいんですよね。だからボールが動いてる間にそのボールもらう前の動きがあり、そして出す瞬間ルックアップした瞬間にはもう動き
ができてれば、自分が欲しいポジションに移動できてれば相手も取りづらい、引きづらくなってるんですよ、はい、多分受け手もね少ないんだと思うね。なるほど、はい、顔出す選手もね、そこの意識だと思うんですけどね。ですから小気味のいいテンポという意味ではここまではタイの方がいいかもしれませんね。メリハリはっきりしてる、取って攻めるっていう、タイはやはり一つこう詰められると潰されるという危険性が自分たちで重々分かってますからね、はい、そうなった場合やはりその選手を孤立させない、そして速いボール回し動かす、そういうことを一つもうずっと思ってやってますからね、はい、まあ、とにかく一つ一つの試合の中でそういった毎回違う課題が出てきます。それを一つ一つクリアしながら上に行かなくてはいけない日本です。ここは右に開いた浅野、中には今鈴木武蔵が待っています。その浅野がボールをキープして一旦作り直す日本。ここは遠藤、遠藤からもう中にボールを入れていきます。ここはアディソンのクリア、コーナーキックに変わります。さあ高さでは分のある日本、しかも前の北朝鮮戦はセットプレーから得点を奪っています。その時ゴールを決めた上田は今日はベンチですが、ただ岩波をはじめ高さのある選手は揃っている日本です、うん、この対戦もセットプレーは大きなチャンスになると話していた選手たち。あと21番の矢島がいいボールをねきっちりと出せば十分チャンスですよ。矢島はどの辺りを狙うか、ファーサイド岩波の当たり、こぼれている、突っ込んでいく、ここはゴールキーパーソンポーン、キーパー効いてるな、勇気ある飛び出しを見せましたソンポーン。奈良が果敢にゴールに向かっていきましたが、最後はゴールキーパーソンポーン、頭でいってるのかなこれ、うん、鈴木武蔵が頭でいって、頭と足でいってんだ、遠藤の足が出ました。だけどこのキーパー本当、全然ひるまず来るね、うん、いやまさに対戦相手ですからあまり言いたくはないですが、当たっているゴールキーパーのソンポーンです。今のケースもそうですけれども、一つヘディングセッターこぼれる、はい、そこをどう狙っていくかですよね。セカンドボールを狙っていくという上では今のケースは非常に狙いを持っていたと思いますね。最初に競っていったのはセンターバックの岩波だったか、あるいは奈良だったか、そのこぼれたボールに鈴木武蔵、そして遠藤が飛び込んでいったという今のコーナーキックのシーンです。まだタイのゴールキーパーソンポーンは立ち上がることができません。さあ間もなく前半も20分というところですが、松木さん、はい、この大会の日本にとっては2戦目ということになりますが、ね、この2戦目ここまでの日本代表どのように見ていますか。まあ、メンバーも随分変わってますし、1戦目はやっぱり早い時間に点が取れたということで、はい、すごく自分たちのやりたいことを、まあ、こう気持ちよく入れたっていうのはありますけど、ええ、今日のゲームはねこれだけチャンス、今シーンでも見て分かるようにバーやポストに、まあ、本当に何本も当ててますから、はい、それでも入らないというところでね、やっぱり焦らずに、まあ、一つずつ、ね、大事に、ね、プレーをしていくことが大事だと思いますよね。もちろんまだまだ時間はありますけれども、この状況が続いていくと中山さん、どこかで焦りも出てきてしまうかもしれませんよね。そこが怖いんですよね、こういうものでだんだんタイはリズムを掴んでいきますから、はい、この間のサウジアラビア戦もそんな感じで終わってみれば引き分けという形に持ち込んでますからね、はい、そうなる前に一つ取っておきたいですよね。今日はアウェーユニフォーム、白いユニフォームに身を包んでいる日本代表です。さあゲームがリスタートしました。その白のユニフォーム日本、最終ラインからゴールキーパー串引正俊が抑えました。 J1 ですでに59試合の出場があるゴールキーパーの串引、そしてセンターバックの岩波、そして奈良です。まあ、この奈良は今日はスターティングメンバーに抜擢された一人ですが、中山さん、奈良とは札幌時代に同じチームでプレーをしていましたが、はい、その奈良がセンターバックに入っていて、どんな今日は特徴を見せてくれるか。まあ、人には強いですからね、もともと。あとはポジショニングとフィードですよね、うん、そこでどう日本代表の力になっていくのかってところですね。まあ、奈良も上田、岩波といった2人のセンターバックとは違うものをこのチームにもたらしたいと話してくれました。出なければ自分が3人目としてセンターバックでいる意味がないと話したその奈良がカット。ただボールはまだタイ、ここで大きくクリアしていった日本の室谷。やっぱりね、ゴール前でね結構細かいことうまいから、ヒールで流してくる、この辺でプレーさせたくないね。亀川のクリアもここは不十分、競ってくるタイ、おいおいおい、ここでクリアしていきます。縦パス、またタイだ。ここは集中したい日本。よし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 、体を入れていって、
よくここは室屋が足を出しました。少しただ危ないシーンが続いた今の日本のシーン。この時だから誰がリーダーでちょっと今状況はちょっと厳しいけど ちゃんともう一回やり直そうとかね、そういう声がね、はい、今日本必要ですよね、うん。まあ、このチームのキャプテンは3番の遠藤です。遠藤航はすでに年齢制限のない A 代表でも5試合の出場があります。まあ、ただその遠藤に話を聞きますと、このチームは真面目な選手が多くて黙々とみんなやるんですと、うん、ただアジアを勝ち抜くには気持ちを前面に押し出さなくてはいけない時もある、その部分はまだこのチームに足りないところかもしれませんと話していた遠藤です。でも今13番のね、奈良もね結構みんなに声かけてましたからね、こういうことが必要ですよね。3週間足らずでオリンピックに出られるかどうかが決まるという大会です。今のもいいチャン、ここはチャレティックから一気に裏ナルバディ足を出していきます。対応していくのは奈良、高く上がったボール、タッチライン終わりました。まあ、一つこの90分間というサッカーの試合の中で全てが自分たちの支配する時間帯になるとは限りません。その自分たちの時間帯ではない時にどの選手がどういった対応判断をしていくのか、そのあたりも中山さん、若い選手たちにはこれからどん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 求めていきたいところですよね。当然グラウンドの上でプレーするのは選手ですからね、はい、その中でどう考えどう動いていくのかっていうことをねしっかりね、意識を持ってプレーしてもらいたいですよね。このチームを率いる手頃森監督も一つテーマとして柔軟性と割り切りというものを掲げています。亀川から中央を受けたのは遠藤、右に今度は流していって矢島、室屋も上がってくる、ここは矢島が中に送って、うん、フリーだ、こぼれている、打てないか、ファーサイド鈴木武蔵がフリーで待っていました。奈良が跳ね返して遠藤、原川、まあ、サイドからの攻撃いいですね、うん、だからこれもうどん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 やった方がいいね。いいものは先ほどの話じゃないけどいいことはねどんどんやってほしいですね。相手の嫌がることはどんどんと続けていきたい日本、依然試合は0対0です。右からの攻撃結構ねいい攻撃してるから、あの中山さん今日は矢島も随分ボールを触ってますよね。いや積極的に矢島がパスを出すことも多いですし、うん、矢島が外で張ってチャンスメイクすることが非常に多くなってますよ ね、 そうですね。今21番の矢島ね、まだ矢島、室屋の、ね、コンビネーションが非常にいいですよね。右サイド、なるほど、左サイドにもう少しそのチャンスが欲しいですよね、うん、そしてボールは今遠藤です。一旦預けてここにボランチに入っている7番の原川力、原川は少しボールを持って一旦奈良まで戻します。今日は右サイドには矢島、そして12番の室谷、一方の左サイドには14番の豊川と、そして15番の亀川という選手が入っています。ここは狙ってきますが室谷がなんとかボールをつなぎます。室谷よくねきっちりとやったね、うん、さあそして奈良からまた1から作り直していく日本、今日も 4-4-2 というフォーメーションで手倉森ジャパンは戦っています。前の試合3日前の北朝鮮戦からは実に6人スターティングメンバーを入れ替えて臨んでいる今日のタイとの一戦、侮ることができない東南アジアのタイです。そして亀川が1人かわしていく、さあチャンスになるか、うん、亀川左足でクロスを上げていく、高いボールは入ってきて、いやいいですね、浅野が競っていきましたがゴールキーパーソンポーンが抑えます。キーパーソンポーンのタイミングもいいね今、決してね15番の亀川悪いボールじゃないんですよ、はい、いいボールですよ。ただ先ほどちょうどあの右サイドの攻撃が多いというお話があった中で今度は左サイドの亀川の攻撃参加していきました、うんね、バランスがねいいね。そしてここは遠藤から鈴木武蔵、体を入れてシュート、うん、入った、おーやった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 、鈴木武蔵重たい空気を吹き飛ばす先制点、さあ決まりました日本、ここからさらに勢いに乗っていきたいところです。背番号9鈴木武蔵がゴールを決めて、そしてベンチのメンバーの元へと駆け寄っていきました。今日も日本は23人全員でこのゴールを奪いました。これよくね相手のディフェンス背中にしながら思い切って振ったよね、いいシュートでしたね、いいシュートだね、いいシュート、タイミングも早いからね、はい、相手を手で抑えながら、うん、相手もまさかこのタイミングでっていう感じでしたよね、うん、キーパーもそうでしょ今、はい、前半27分キャプテンの遠藤からのボール、鈴木武蔵がゴールネットを揺らしました。いや今19番のトリスタン、はい、本当に肘振ってきたね、倒れているのは背番号14の豊川でしょうか、まだちょっと立ち上がれずにいます。あれは
ちょっとレフリイエローカードぐらい出してもらって、ね、ここはイエローは出ませんでした。豊川は立ち上がっています。まあ、ただ中山さん、この鈴木武蔵のゴールが決まったというのは本当に重たい空気になりつつあった試合の中では大きいですよね。そうですね、なんか嫌な雰囲気が流れてましたからね。そういった中で右足一線ですからね、はい、まあ、チームとしてもベンチメンバーもね、そのちょっとイラついてた部分があったのかなっていう感じですよね。点が決まった瞬間全員外出てましたからね。喜びをこう爆発させるような形になった日本です。さあ、そしてそうなると今度は中山さん、フォワードの心理としては浅野が火がつくんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、この2人でね、どこまでこのタイのゴールに迫れるかっていうのは大きなこのポイントになりますよね。また16番の浅野はね、そういうこう気持ち持ってますからね、はい、だからね、俺もやきくぞと今思ってるでしょ、うん、ね、J1 チャンピオンの広島に所属する浅野、まあ、浅野には大きなスペースが広がってますからね、まだまだ、だそこをね、うまくついてもらいたいですよね。まあ、とにかく爆発的なスピードが売りのこの浅野です。タイのディフェンスラインの裏、その後ろのスペースに長いボールを蹴って浅野を走らせても面白いかもしれません。ただあとはまあ1戦目でもやっぱり早い時間帯に点を取って、その後ですよね、はい、そこの後のやはりこうきっちりと勝っていくっていう、その得点、追加得点も含めてですね、必要になってきますよね。まあ、最終的にはあの北朝鮮戦は前半5分の上田のゴールが決勝点になりました。あれだけでしたからね、うん、ですから結果本当にヒヤリとするシーンが特に後半は次から次に生まれました。サウジとのゲームでもタイはちゃんとね、追いついてますからね、引き上げてますからね、うん、だからそれも先制されてるんですよね。それを引き分けに持ち込み、さらに終盤は押せ押せだったっていう試合でしたからね、もう後半の45分間に関しては完全にタイが中東の強豪サウジアラビアを相手に試合を支配するという展開になっていました。その試合でも追いついたのはタイです。ここはホイッスルが鳴っています。戻りオフサイドですね、はい、オフサイドで助かりました。助かったね、今ね、ちょっと今中途半端ですよね。戻りオフサイドの距離が長かったからね、うん、今ね。いや、とにかくまずはリードを奪った日本ですが、初戦の北朝鮮戦のこともあります。まだもちろんですが油断するわけにはいきません。追加点を狙っていきたい日本。豊川から亀川、中央キャプテンの遠藤、先ほどは見事なボールを鈴木武蔵に出していきました、うん、ここも今度は豊川が抜けていく、胸でトラップ、シュート、その前にホイッスル。いや、今手でハンドだっていうね、ちょっとこう左手が伸びて肩と腕のちょうど中間あたりね、どっちなんですかね、オフサイドですかね。旗が上がっていました。オフサイドがちょっとあれですけど、ハンド取られてなかったと思った。遠藤の反転からの、ね、このボールがね、素晴らしかったですね。もあるね、うん、ここはおそらくオフサイドという判定だったかと思います。ただ今中山さんおっしゃったように、遠藤本当に超短のパスが非常にうまい選手です、はい、まあ、対峙する、ね、チャナティップ相手にうまくターンして、そこからのこのロビングというかね、はい、チョップキックというかね、優しいパスでしたね、うん、そしてここは浅野を走らせた日本、胸でトラップした浅野、前線にはこの浅野、そして先ほどゴールを決めた鈴木武蔵がいる今日の日本です。ジャマイカ人の父を持つ鈴木武蔵、まあ、昨シーズンは度重なる怪我に悩まされた鈴木、プレーができない時期には焦りもあったという話をしていました。ただだからこそプレーができるようになったら自分の持ち味を存分に発揮したい、そんな風に考えながらリハビリに励んでいたといいます。その鈴木がまさに右足気持ちを込めて振り抜きました。現在は1対0日本リードで前半の31分を回っています。さあ、そしてここはタイのセットプレー、さっきもいいボール蹴ってますからね、背番号10のパコーン、要注意だね、正確なキックを持っています。そのパコーンから巻いてくるボール、ヘディングはまだこぼれています。奈良のところ、相手の足が高く上がりました。ファールになって日本ボールのリスタートです。すごいところからこれバイスクリック、うん、まあ、しかし奈良はこういうの恐れませんから ね、 ね、来るなら来いというね、男ですから、まあ、非常に気持ちも強い奈良たつきです。奈良ももともとは札幌の下部組織で育ちました。その後 FC 東京に移籍、そして今シーズンから川崎フロンターレの一員になります。ここは鈴木武蔵が縦に自ら仕掛けていく、うん、気持ちよくやってる感じするね、ゴールしてからね。ここは身体能力を見せました鈴木。相手は
鈴木武蔵を止めるために2人がかりで来るわけです ね。そうするとどこかが空くんですよ、ね、そこをついていけるといいですよ ね。さあそしてスローインからここは遠藤、細かいパスをつないでいくのか矢島、相手に一度引っかかります。ただすぐにキャプテンの遠藤が足を出していってヘディングでつないでいく、よしよし、矢島が抜けていく、一旦キープしてエリアの中、ただここは奪われます。ここからタイの素早いカウンターに気をつけたい、ブロヤが奪った。素晴らしい反応ですね、今ブロヤね、いいところにね、いい形でね、体ぶつけしたね。唯一の大学生の代表です。その代表として責任を持ってプレーしたいと話していたムロヤのディフェンス、そして浅野も追っていきます。前半も30分をすでに過ぎています。1対0、現在リードしているのは日本です。亀川から高いボール、浅野が競っていく、その浅野がここはオフサイドポジションでした。まあ、先ほども松木さんからお話ありましたけれども、とにかく追加点、まずは先ほどの鈴木武蔵前半27分のこのゴールが今は決まってリードを奪っている状況ですが、松木さんやはり追加点というのも本当に考えたいところですよ ね。今見ててもね、9番の鈴木武蔵選手ね、いいタイミングといい体の使い方やってるから、どんどん集めていいんじゃないかな。今もう逆に向こうのディフェンス嫌がりますよ、うん、前の北朝鮮戦でもフル出場している鈴木、そこから中2日で迎えている今日の試合、ただ疲れは感じさせません。さあそしてパスをつないでくるのはタイです。ここにチャナティップ、うまく1人かわして、ね、早いんだよね、ツータッチ目が。そして左に間に合うかなと思ったんだけどね、左から崩してこようという青のユニフォームは今日はタイ代表です。矢島かわされて、今度は室谷が対応、縦に送ってきますが岩波がしっかりとクリアしていきます。よしよしよし、鈴木武蔵、矢島につながります。もう一度矢島から縦へのボール、うん、前の試合はいわゆる海外組、スイスでプレーをする背番号11をつける久保と鈴木の2トップでしたが、今日は久保とそして J1 の広島でプレーをする浅野という2トップです。いや久保じゃなくて武蔵ですね。あ、失礼しました、ね、鈴木と、はい、浅野の2トップ、その鈴木が抜けていく、ね、体入れ替えて鈴木武蔵がキープ、味方のサポートを待ちます。ここはタッチラインを割りました。ただ本当に今日は積極的にプレーをしている、いいね、奈良が飛び込む、狙ってますね、いいね、狙ってる。このインターセプトがね、やっぱりディフェンスの本当にベースですからね、いいね。気持ちの入ったプレーを見せている奈良。この奈良も初戦北朝鮮戦に出場できなかった悔しさがあると話してくれた選手です。まあ、それぞれの選手がね、それぞれがもう出れなければ悔しいですし、それを次に生かす、はい、次の活力にしてますからね、うん、チームとしては盛り上がってきますよね、一戦を追うごとに。まあ、こういった短期間の大会は特に本当に総力戦ですからね、はい、しかもその勝ちながらお互い切磋琢磨しながらチームが良くなっていくっていうね、うん、これはやっぱり理想ですよね。まあ、多分練習の中でもね、その活気ある練習がなされてると思うんですよね。いや、それがやはり試合に生きてきますからね、うん。ご覧のように今日はベンチには南の久保、2人の海外組が控えています。まあ、テグラモリ監督の言葉を借りるなら、アタッカー陣の奮起を促したい、だからメンバーも変えてくると話していました。鈴木武蔵のゴールをどんな思いで他のフォワード陣は見つめたでしょうか。この短い大会期間の中でどん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 成長をしていってほしい23歳以下の日本代表です。リオデジャネイロオリンピックに向けて、アジアに与えられたたった3枚の切符をかけた短期決戦です。相手の今13番フルバディ、はい、この選手あんまり使ってない選手だから、うん、今結構引っかかってるんですよね。パスミスしてるから、はい、この選手にボールが渡った時に、まあ、日本のディフェンスする時はね、そうやっぱりきつくいけばそこから取れそうな気がするね。タイの13番、今ボールを触ったのがナルバディンです。あの選手ですね。タイに関してはこの選手だけが前の試合出場機会がなかった選手です、うん、この13番、ね、はい、倒されたのは背番号14の豊川優太。豊川は鹿島アントラーズでプロデビュー、来シーズンからは J2 の岡山に期限付き移籍することが決まっています。長いボール、ここは味方に合いません。さあ前半も残り10分を切りました。 そうですね、うん、それをやるから後ろが狙いを持てるんですね。亀川から鈴木、追っていったのは豊川です。その豊川から浅野へのボール、セカンドボールはタイ、これも豊川が拾いに行きます。ただチャナティップ繋いでくる、体の使い方うまいんだこの18番。2人で囲んだんですが奪えません。
ただここは奈良、ほらね、今13番でしょ、うん、13番とこ引っかかるから、タイの13番はナルバディン。ただこの18番のチャナティップは中山さん、やはり戦前の予想通りかなりキープ力もありますし、厄介な選手ですよね。ボール奪われないですよね。体の使い方がうまいですよね。そしてその中でタイも攻め込んでくる。おいおい、ここは岩波のスライディング、ボールを切っていきました。あ、ちょっと痛めた。味方ともども行っちゃったって感じでした。大丈夫でしょうか。室屋が倒れています。膝ですか。膝ね、これお皿のところにもろに入るとこう痺れた感じでね、すごい痛くなんだよね。ここでこれが入ってるんだ。背番号12が室屋です。あーどういあーここか、最後のボールのところ、味方同士の接触だったでしょうか。足の裏が膝に入ったんじゃないですかね、岩波の。室屋がまだ立ち上がれずにいます。こちらは背番号2番の松原健、同じ右サイドバックでプレーをする選手です。いやーね、12番室屋結構いい仕事してましたからね、はい、大丈夫かな。今大会ここまではただ一人の怪我人もいない23人のテグラモリジャパン。今室屋はなんとか立ち上がりましたが、ひねったようには見えなかったんで、はい、何度見てもいいね、これ武蔵いいゴールだわ。やはりね、早いですよね、ここからの相手来れないですもんね。キーパーも反応しきれないですね、あれはね。長い足を振り抜いた今日の鈴木武蔵の日本にとっての先制点。さあ室屋はどうやらそのままプレー続行ということになりそうか。レフリーに言わないで入ったってことですか。あ、そうか、もしかしてそれだね。ピッチの外から中に入る場合には、うん、一旦レフリーの許可を得なくてはいけません。 そうですね、それがないまま入ってしまったのかもしれないですね。室屋にイエローカードが出ました。ショッターでしたね。室屋は今大会これが1枚目のイエローカードです。必要ない、うん、ちょっと思わぬ形でイエローカード警告を受けてしまいました。まあ、そして今は幸い室屋は何事もありませんでしたが、改めてですけれども中山さん、この今日はベンチスタートになった選手たちもいつ出番が来てもいいように、そして出番が来た時には自分たちらしさを出せるように準備をしておかなくてはいけないんですよね。まあ、当然ですね、それは、まあ、それはこの試合だけに限らず、これから続く、まだ試合続きますから、その試合に向けてどれだけ自分がコンディションを上げていけるのかというところが勝負になりますからね。おそらく今日メンバーを6人入れ替えてきたテグラモリ監督としても競争意識を芽生えさせたいという思いもあるかと思います。ここは日本のファウルになってもうリスタートしている。チャナティップから右サイド、ナルバディンへのボール、中フリーでクロスを上げてくる。1人選手がフリーになっている。遠藤が対応していくか、かわされて、ここはゴールキーパーの串引き。チャナティップやっぱ早いですね、ここっていう時にはすぐさまボール出しますからね、うん、侮れないですよ、ね、はい、侮れないですよ。タイの背番号18番、158センチと小柄な選手なんですが、チャナティップ今日もやはりタイの攻撃の中心はこの選手です。さあボールは日本、現在1点をリードしている日本が、ここは前半の残り時間5分を切ってどうこの残り時間を考えていくか。岩波からなら矢島がちょっと離れて、あの、落ちてきてボール触ってますけどね、サイドに張るだけでなくそこでのボールのつなぎ役にもなってますよね。そしてボールはタイです。まず岩波が厳しくスライディング、うん、ナイスだね。チャナティップから出た後のボールをここは狙っていった日本。センターバックの岩波がずいぶんと前まで出てしっかりと相手の攻撃の目を摘み取りました。トリスタンからやはりボールを受けたのはチャナティップです。遠藤がついていく日本、ここで奪い返して原川から前へ、ここは浅野を走らせる。スピードのある浅野、もういいね、もう追いつきそうな、そんな勢いを見せました。一旦ゴールキーパーのソンポーンまで戻したタイです。さあ前半徐々に残り時間も少なくなってきました。うん、追加点欲しいね、この時間で取ると楽になるんだよな。現在はリードは最小の1点です。日本今日勝てばグループステージの突破が決まります。グループステージを突破した先で準々決勝、準決勝と勝ち抜いていき、上位3チームにリオデジャネイロオリンピックの出場権が与えられます。そのためにもまずは今日とにかく勝ってグループステージ突破を早く決めたい日本です。こういうところがね、タイね、しっかりとディフェンスしてくるからね。前線が動き出している。長いボール裏を狙ってきました、うん、ここは体を入れていった12番の室屋、どうやら膝は問題なさそうです、うん、大丈夫そうよ、かったよかった、うん、さあここも
スローインからリスタートしていって鈴木武蔵が受けました、うん、タイの熱狂的サポーターの声が響くカタールドーハアルアラビスタジアムです。その中でその声援を背中に受けてタイがボールをつないできます。奪いに行く白のユニフォームが日本、今度は日本サポーターの声が聞こえてきました。現地在住の方もいるかと思います。ただ遠くここカタールドーハまで日本から駆けつけたという方もいるはずです。さあ今度は高い位置で日本がチャンスを迎えます。コーナーキックですね、はい、チャンスですねこれ、うん、ここでこの時間で取れたら ね、 ここ大きいね、はい、もう随分ねそのいろんな選手もね使えるし、はい、うん、日本は今日2本目のコーナーキックです。さあ前半残りあと2分というところ、追加点なるか。キッカーは矢島慎也、矢島からのボール今度は高いボールファーサイド、浅野追わなかったか。浅野が追っていって一度またいで自ら仕掛けていきました。ここはタイボールに変わります。ただ浅野のその気持ちが出たシーンです。ボールを受けたのはチャナティップ、チャナティップ前を見て一気に長いボールを送ってきます。カーバーに入っていたムロヤ、キシビキが飛び出していく。ここは守備範囲の広かったゴールキーパーのクシビキ正俊。いやこの時間は本当にゴールを奪えば大きな追加点になりますし、逆に奪われると後半に向けてかなり重くのしかかる1点になります、ね、はい、大事な時間帯を迎えている日本です。その中でタイが長いボール跳ね返していった亀川、拾ったのはナルバディ、ここここチャンス、狙っていきたい13番の選手です。ここチャンス、チャナティップボールを落ち着いてつないでいきました。やはりただ松木さん、一人こうしっかりと相手の状況を見極めて狙う選手もある程度考えながら、いや必要だと思いますよ、はい、まあこれベンチもね多分ハーフタイムでやるかもしれないですし、ええ、そして中央キャプテンの遠藤、今日は1アシストを記録しています。その遠藤からボールを受けた豊川、強烈なシュートもある。ここはパストだ、拾った遠藤、遠藤も強烈なシュートを持っています。右サイドスペースを狙ったボール、打ってもいいな、いいですね、最後打って終わりたいですよね。今豊川から矢島にパスは通らなかったんですけどね、その矢島がその前に右サイドでボールを1回受けてそこで繋いでからあそこに走り込んでるんですよね、はい、いいアクセントをつけてますよね。打ってよかったな、遠藤いいシュート持ってるからな。3番強烈なミドルシュートも持っているキャプテン、3番の遠藤です。跳ね返していった奈良、そして今日ワンゴール鈴木武蔵がしっかりとボールを抑えます。ここは急ぎません。前半も手元の時計ではアディショナルタイムに入りました。今スタジアムにもアナウンスが流れます。前半のアディショナルタイムは2分です。さあここでスピードアップできるか。遠藤の前には大きなスペースがある。遠藤がボールを運んでいく。右サイドバックの室谷も動いています。ここは一旦ボールを受けた矢島、遠藤、遠藤にはチャナティップがプレスをかけていきます。さあ前半ももうほとんど時間がないという中、最後この前半を日本はどう締めくくるか。センターバックの奈良から亀川、最前線では浅野もボールを待っています。岩波、ゴールキーパーの串引きまで戻します。1点をリードしている日本、ここは串引き足を取られてこのボールがタイに渡る。前に送って11番のピニョ、ここは亀川よく体を入れた。ただもう一度タイボール、ピニョが前を向く、預けてチャナティップの左足、ラストパスを送ってきました。助かった日本、助かったよ今の。しかしあの角度のつけたパスよく出すねこれ。18番意表をつくパスでした、うん、ただやっぱり本当にいいディフェンスもするねこのタイは、うん、ディフェンスからそして日本のゴール前まで迫ってきたタイ、このラストパスです。チャナティップ受け方も感じられなかったですねちょっとね。でもいいパスでしたね今ね、まあ、反応できてればタイにとっては大チャンスですから、ね、日本にとっては大ピンチですけど、でもあそこでも打たないんだねあの18番ね、はあ、案外ね、先ほど映像と音声が乱れたことをお詫びいたします。大変失礼いたしました。さあボールは白のユニフォーム日本です。スピードを生かして浅野が飛び出していきますがここはオフサイド。あとあの加藤さん、松木さん、中山さん、はい、あの串引きが少し足滑らせましたよね、はい、ところどころ今日試合ありますけど、ここも4日目でもう4試合目なんですよ。だちょっとあの実際ピッチで見ていてもところどころ荒れ始めているところあるんで、後半に向けても気をつけてほしいですね。今日はピッチには新藤純也アナウンサーがいます。ここで前半終了のホイッスルです。
日本は鈴木武蔵がなんとかタイゴールをこじ開けました。1対0で前半を終えました。まあ、松木さん、やはり決して楽な試合では今日もないですね。そうですね、やっぱり追加点でしょうね。1点目も考えるとね、1つは取れますから、ここからですよね。そして中山さん、本当に後半は追加点に期待したいですね。1つ2つとね、つなげていってもらいたいですね。さあ、日本1対0でハーフタイムに入ります。日本から遠く離れたカタールドーハの地でリオデジャネイロオリンピックを目指して戦っている23歳以下の若き日本代表、大会2戦目タイとの一戦、前半を終えて1対0、鈴木武蔵のゴールが前半27分に決まりまして、リードをしてこの後後半を迎えるという形になります。改めて中山さん、このゴールシーンいかがでしょうか。いや、非常にこの胸がスカッとするようなシュートシーンでしたよね。ちょっとね、そこまで攻めあぐんでいたというか、なかなかゴールにボールが入らなかったんでね、はい、そういった意味でここでスカッと決めてくれましたよね。まあ、そしてこの今出ていますデータ上ですと、タイのシュートは1本ということなんですが、松木さん、ただこの数字以上の怖さというのはタイ感じましたね。ペナルティエリアの日本のねゴールの近くでやっぱりいいプレーしてますからね、あそこでやっぱりいいプレーさせないように、なるべくあそこでプレーさせないことが大事だと思いますね。あとやっぱりフィニッシュ、はい、シュートのところでもうちょっとやっぱりね、きちっと決めることが今日のゲームの課題かな。さあ、日本の選手たちがピッチに戻ってきました。こちらはグループ B の順位表です。今日タイに勝てば日本は第3戦サウジアラビア戦を残して決勝トーナメントの進出を決めることができます。ただまあ引き分けるとね怖いですからね、やっぱり追加点ですよ今日は。初戦タイはサウジアラビアと対戦、その時も1点をリードされましたが、後半に追いついているタイ代表、まあ、この後中山さん、タイがどう出てくるかは分かりませんが、まずは日本としてはとにかく追加点が欲しい後半ですよね。そうですね、しかもこの後半立ち上がりですよね、どう入ってくるのか、タイが勢いを持ってくるっていうのは予想つきますから、はい、それをどう抑えていくのか、そうなった場合取ったボールを周りがいち早くこう反応する、ボール保持者に対して1つ2つ3つぐらいパスコースを作ってあげることが、はい、ボールをつなぐことにつながりますから、そういうような動きが必要になってきますよね。一方で松木さんはどうでしょうか、前半の日本ご覧になって、ああそしてタイはやはり選手をこの後半変えてきます、そして日本も変えてきます。日本は20番のオナユーアドの姿が見えました。フォワードに入る選手です。ナイジェリア人の父を持つオナユーアドが入ります。鈴木武蔵の姿が見えませんので、はい、鈴木武蔵に変えてオナユーということになりそうです。そうですね、そしてタイの方も22番出てきました、はい、タイの22番もおそらく最前線のフォワードに入る選手です。まずは鈴木武蔵に変えて日本はオナユーアド、そしてタイも22番フォワードの選手です。チェンロップという選手がこの後半入ってきます。まあ、この後半やはりタイはそうですが、日本のテグラモリ監督も動いてきました。20番のオナユーアドは非常に身体能力の高いジャンプ力のある選手です。日本のフォワードの中では貴重な高さも期待できるオナユー、さあ満を持して今大会初出場ということになります。中山さん、このオナユー後半期待したいですね。どういうプレーを見せてくれるのかね。やはり鈴木武蔵が前線で体張ってましたからね、はい、そういったプレーを見せると同時に、あとは自分の特徴を、ね、生かしてもらいたいですね。さあ、グループステージ突破へ後半の45分が始まりました。白のユニフォームが日本、そして青のユニフォームがタイです。加藤さん、はい、タイは10番前半イエローをもらったパコーンに変えて22番のチェンロップと思いますね。そしてその22番のチェンロップはやはり今最前線に入っているというタイ代表、一方の日本もこの後半は浅野とそしてオナユーという2トップになりました。日本が抜けていって中にはそのオナユーも待っている、まあ、立ち上がりいいと思いますけど、ただねタイこれ22番ね、いい仕事するんでね、このチェンロップこれ気をつけた方がいいですね。このチェンロップは前の試合サウジアラビア戦ではスターティングメンバーだった選手です。さあ、ただまずは後半の立ち上がり、日本がチャンスを迎えます。コーナーキックのチャンスいただいちゃいましょうね。後半から入っているオナユーの動きにも注目しましょう。キッカーは矢島、高さのある選手がゴール前みんな集まってますよ、うん、オナユーはニヤニヤ走ってきた、その頭の上チェンロップが跳ね返していったタイ、セカンドボールには原川、反応している矢島、ただ相手にボールが当たってクリアしていったチャナディップ、そして一人かわしたピリオ、スピードがある、そのまま一人で来てここでチェンロップに預けます。後半から入っているこちらが22番のチェンロップ、チェンロップだよね。
まだパスをつないできますが、ここはなんとか体を入れていきました。最後は背番号3、キャプテンの遠藤航です。いやただね、タイの22番、11番、はい、この18番、この辺が絡むとやっぱりね、いい仕事しますからね。キャプテン18番ジャナティップ、11番フォワードスピードのあるピニョ、そして後半から入っているこちらが22番、体も強く、まあ、ためが作れる選手です、チェンロップ。今、ね、ディフェンスでもね、ヘディングの高さを生かしてましたからね。比較的小柄な選手が多いタイの中にあって、このチェンロップは178センチ78キロ、まあ、ひときわタイの選手の中では大きな体格をしています。あとやっぱり日本はこの今交代したね、20番のナイウアド、この選手をどんどん積極的に、ね、使って、そのゲームに入りやすくしてあげることが大事だと思います。どんどんボールを出してあげるといいと思いますね。体も強く、ポストプレー、いわゆる前線でボールをキープすることもできるオナユー、そのオナユーがキープをして浅野が抜け出すという展開を作れるでしょうか。後半はオナユーと浅野の2トップです、テグラモリジャパン。さあそしてここは日本陣内でタイボールのスローインです。キープしてチェンロップから7番のティッパー、日本のゴールキックです。今のも22番の、ね、チェンロップが体を、ね、あのディフェンス、日本ディフェンスの前に張って、そこからほんのちょっとこうタッチして味方をこう使うというプレーしてましたから、明らかに起点になり得る選手なんですよね。だからここをどう抑えていくかなんですよね。前半には中山さん、タイにはいなかったタイプの選手が後半入ってきたわけですよね。そうなんですよね、まあ、ターゲットをこう絞りやすいという面ではいいのかもしれないですけれども、ただそこをうまく使われてしまうと今度ピンチになるということになりますからね。そして今の場面ではまずは20番オナユーが高さを見せました。競り勝っていった20番のオナユーアド、高いね、うん、これ魅力だよね。最前線に入っているナイジェリア人の父を持つオナユー、さあそのオナユーも動いてボールを受けに行きます。ここは浅野、そして室谷、まだ浅野が追っていきます。最前線フォワードの位置に入っている16番の浅野、うん、そしてオナユーが抜けていく、うん、さあチャンスになる。オナユートラップして体を入れてブロックして折り返して、うん、シュートは打てない。もう一度、今度は原川、縦に行ってえぐる、折り返せるか、来た、ここでやった、やったやったやった、矢島慎也の追加点、いい流れだったね今、うん、完璧な形で日本が後半大きな追加点を奪い取りました。やったね、嬉しそうだね、171センチの矢島がヘディングでゴールを奪いました。いやだけどその前のね、7番の原か、はい、ここでまず一つ、まあ合わなかったんですけど、この後のね、7番の原川がよくここでね、これまたいいボール上げましたよ、完璧でしたね。そして最後は矢島がジャンプ一番叩きつけていきました。矢島もそしてすぐにベンチへと駆け寄っていきました。さあ大きな大きな2点目が入りました。日本2対0リードを広げました。もともとは浦和レッズの下部組織で育った矢島、まあ岡山では来シーズンからは背番号10も背負います。非常に手倉森監督が高い信頼を寄せているプレーヤーです。その矢島ヘディングでゴールを奪いました。その矢島から今度はオナユーが抜けていく。先ほどもこのオナユーからのチャンスメイクでした。オナユーがボールをキープする、体が強い、コーナーキックです。この辺りが中山さん、オナユーアドの持ち味ですよね。そうですね、サイドでねしっかり起点になれますよね、流れた時に、うん、でその裏にスペースがあったらそこのスペースも狙えるっていうところがありますからね。そしてこちらが先ほどの矢島のヘディングゴール。いや原川のボールも見事だね、うん、さあこのまま勢いに乗っていきたい日本は、今度はその矢島がコーナーキックを蹴っていきました。これもいいボールだ、岩波裏から、その後ろから最後は奈良、ちょっと下に叩きつきすぎちゃったね。そうですね岩波の頭の上越えて最後は奈良のヘディング、そうだね、うん、見えなかったのかなちょっとね。いや本当にただこの奈良という選手も力強い表情を見せる選手です。他の選手にはない何かを今日チームにもたらしたいと話していた奈良辰樹。そしてここも後半から入っているオナユ、ちょっとここはボールコントロールうまくいきませんでした。でもこうやってねどんどん動いた方がね入っていけますよね、うん、まずは前半今日は鈴木武蔵のゴールが決まって、そして後半に入って矢島のゴールが決まりました。
まあ、アタッカー陣の奮起を促したいと話していたテグラモリ監督ですから、どんどんこの後大会が進むにつれてこういった意味での競争という、ね、意識もどんどん芽生えてきているんですよね、ですよね。だから、まあ、本当に勝ちながら競争しながら強くなっていくっていうね、うん、今ね奈良に、まあ、奈良が肘が出ていたんではないかという、そうですね、今ファウル取られたんでね、ええ、そしてボールはタイです。チャワットから前へ前を向かれて、ただここは奈良が体を入れてクリアしていきます。前線の浅野には通りません。タイナルバニンのスローイン、そしてここに注意しなくてはいけないチャナティップ、2人でも潰せない、そのチャナティップのシュート、ポストの右に外れていきます。打ってきたね、うん、キープ力もありますよね。2人で今日本奪いに行ったんですが、まあ、ただコースは消してますから ね、やはり後半もこのタイはキャプテンチャナティップを中心に攻撃を組み立ててくるということになりそうです。セット後のボール反応したのはチャナティップです。タイのメッシと呼ばれているチャナティップですが、決してボールを持ちすぎることはありません。ここはキャプテン遠藤が狙っていた中盤ボランチと呼ばれるポジションでプレーする遠藤から奪ったのはチャナティップだ。岩波が対応していきます、うん、そしてオナイウダイレクト。11番は前の試合ゴールを奪っているピニョ、そのピニョから縦にパスが出てチェンロップチャナティップとつないで左サイド曲がってきている。この辺ですよね、ピーラパッド、まあ、この辺りの選手は年齢制限のない A 代表でも主力としてプレーをしている選手たちです。チャナティップがここはふわりとしたボールを送ってくる、跳ね返していきました。おっとファール、日本のファール、どちらだ、PK、この亀川のプレーが PK という判定になりました。少し呆然とする亀川雅史、いやー今のが PK ですか。いや一瞬セリに行ってるんだけどね、いやー走れないってことですよね、要するにボールよりも相手の頭に行ってるっていうところを捉えたのかもしれないね。まあでもちょっとあんまりその、まあ、選手がさっきも奈良が文句言った後にこういうシーンがあったから、ちょっとやっぱりあの気をつけた方がいいかもしれない。さあキーパーキシビキ、外れた、クロスバー、いや今日はよく当たるわ、クロスバーに救われた形になりました。日本今日はよく当たるねこれ、試合でこっちのゴールは全部当たってるじゃない。ヒヤリとしました。滑ったんですか、ミートして滑ってますね。ありました日本、助かったね。いやー、そしてただ今度はタイのコーナーキックです。いや先ほど新藤さんからね、はい、レポートでグラウンドが相当荒れてるなんていう話、チェンロップのシュート、くしびき、ちょっと嫌な時間だねこれ。タイが攻勢を強めています。ここは22番後半から入っているチェンロップ、難しい体勢からのシュート、ただくしびき、ここはよく止めてくれた。難しいよねあれ、ワンバウンドってもう本当自分の手前でワンバウンドしてますからね。さあそして今大会ここまでほとんど全てショートコーナーできているタイ、ここは直接入れてくる、スルーしてディップバンドシュートは大きく外れてゴールキーパーのくしびきが抑えます。いやー今のようなシーンが続くと改めてまだ油断することができないという話になります。日本中2日でこの後は中東の強豪テグラモリ監督も最も警戒しているサウジアラビアとの試合を控えています。先ほどのペナルティーキックのシーンは足を取られたキッカー、クロスバーに救われた形になりました。日本とにかく今日勝ってグループステージ突破を決めたい日本です。ただ襲いかかってくるタイ、チェンロップがキープをして右サイドから速いボールが入ってくる、セカンドボールにはチャナティップ、そして浅野が反応、スピードのある浅野、一旦預けて縦パスはオナユ、そしてここで浅野が抜けていく、遠藤から浅野へのボール、得意のスピードを生かして中に切り込んで浅野キープできるか、滑りますね、滑るんだね、グラウンドがちょっとねバンピーだね、特にゴール前が少し滑るようなそんな選手たちの動きがここまで見られています。ただ浅野のあの魅力はスピードです。それでね PK 助かったからね、はい、しかしバーとかポストとかね当たりよく当たるね今日、まあ、日本も前半ポストとクロスバーに当たるというシーンがありました。そして先ほどのタイの PK はクロスバー、ここでボールを受けたオナユ、
相手に引っかかってここからカウンターです。チェンロップに対しては奈良が強くいく。加藤さん、タイがここで選手変えますね。あ、ちょっと今奈良が少しチェンロップとやり合っています。ちょっとおとなしくした方がいいな。このレフリーちょっとかなりねすぐ寄ってくる感じ。今日はウズベキスタンのタンタシェフ出身です。少しなんでしょう、中山さん、こう選手が目をつけられるということもあるんでしょうか。ちょっと踏まれたんですね奈良は。でもさっきもね PK 取られる前こんなシーンだったらなんかすごく嫌な感じだよね。そう、気をつけた方がいいね。そしてその PK を失敗したティフタンは今ベンチに下がりました。代わって同じく中盤の登録です、ミッドフィルダー登録4番のチャオワットが入りました。タイです。2対0、現在はリードがあります日本。今日は勝てばグループステージ突破が決まります。リオデジャネイロオリンピックアジアに与えられた3枚の切符をかけたこの大会です。3戦目は中東の強豪サウジアラビアとの試合が中2日でしかも控えている日本です。そこに向けて、まあ、遠藤も話していたんですが2戦目でグループステージ突破を決めることができれば、中山さん、それは日本にとっては今後のことも考えて非常にアドバンテージになりますよね。大きなアドバンテージをもらったことになりますからね、そこをうまく利用できますよね、まあ、球速に当てることもできますし、使えない選手をさらにここで使って試すこともできますからね、18日間で最大6試合行うことになります。短期決戦、リオデジャネイロオリンピックのアジア地区最終予選です。さあボールはタイのチェンロップ、チェンロップから横にボールを送っていって、ここは日本のフォワード20番のオナユを持っていって、今度は16番浅野拓磨が追っていきます。広島でプレーをする浅野、そしてタイがボールをつないでくる。これナルバディンからボール、よく足を出しましたが、いいディフェンスだ。タッチライン終わりました。ここも奈良が気持ちを込めたディフェンスです。シュート打ってきました。9番チャヤワットの強烈なシュートはポストの右に外れていきます。ここは見送っていったゴールキーパーの串引き。さあ2対0、コースには入ってますけどね、サイドからのシュートなんでそれほど危険も少ないのかもしれないですけど、もう一歩二歩寄せたいところですよね、ここはオナユが競り勝って浅野が胸でトラップして前を向いて仕掛けていった。得意のスピードを生かして中を見た浅野の折り返し、矢島のシュートはブロック。もう一度クリアされます。おっとここは奈良のところ、チェンロップが串引きが出ていく。どうだチェンロップが抜け出してゴールには誰もいない。ただよくここは日本守りました。これよくいや串引きが飛び出していきました。そしてその後奈良が、まあ、クリアしたという今の形です。ちょっとバタついている日本、ただうまくつないで浅野からオナユ、そしてオナユから浅野が開いて、中には今オナユワド1人です。ゆっくりと今矢島がニアサイドに入ってきて、ここでボールが上がってオナユの高さ高いね。ただね串引きがねちょっと傷んでるんですよね、日本のゴールキーパー串引きが倒れています。こちらはオナユのヘディングのシーン。さっきのね、さっき向こうのね選手と接触しましたね、エリアの外で接触したのが、ちょっと串引き心配です。まあ、先ほど飛び出した際に接触が味方同士だったか、いや相手にね、チャナティップですね、はい、チェンロップですね、接触がありました。22番のチェンロップと接触をして今まだ串引きは立ち上がれずにいます。まあ、あの飛び出しがなければねチェンロップにあのフリーで持ってかれるところでしたから、いい飛び出しではあったんですけどね。勇気ある飛び出しを見せました串引き。まあ、昨シーズンは清水エスパルスで自身もチームも苦しいシーズンを過ごしました。来シーズンは鹿島アントラーズに期限付き移籍で加入することが決まっている串引き。まあ、この串引きもおそらく立ち上がりましたので大丈夫そうです。ゴールキーパーというのは特殊なポジション、1人しか出ることができないと話していた串引き。その分出ることができない他のゴールキーパーの思いも背負って自分はゴールを守りたいんだと話してくれました。この先もあと30分ほどですが、串引きが日本のゴールの前に立ちはだかるということになってくれそうです。さあ最終ラインからパスをつないでくるタイです。タナブーン
右に送っていきます。まあ、タイとしても初戦は引き分けました、勝ち点1を手にしました。この試合で日本に負けるようなことがあると一気に決勝トーナメント進出は苦しくなります。タイは実に48年ぶりのオリンピック出場を目指しています。まあ、中でもタイは前回のつまりロンドンオリンピックの予選の際には一次予選で出場資格のない選手を出場させてしまい失格になっています。まあ、そういった意味でも国民のこのオリンピックにかける思いというのも中山さん相当タイは強いでしょうからね。そうですね、もうこの来て詰めかけているお客さんの数を見るとね、相当この代表チームにこの熱意を持って接してますよね。はい、うん、ここはそして室谷が倒されてピーラパッドにイエローカードが出そうです。背番号2番左のサイドバックタイのピーラパッドにイエローカードです。でも12番の室谷は本当にね、1戦目2戦目とアグレッシブにいってるね。積極的にここも仕掛けていきました。うん、いやちょっと足首ね、そうですね、変なつき方しましたね。つき方したね。前半にもちょっと膝を痛めるようなシーンがあった室谷。でも強いね、うん、大丈夫。さあそして室谷のその仕掛けで得たフリーキックです。キッカーはここも矢島、高さのあるオナユ、さらには186センチの岩波、そして奈良も強さ高さを兼ね備えています。どのあたりを矢島は狙ってくるか。ゴールキーパーはソンポーン、左手を上げて矢島からのボールこぼれている、ファーサイド、逆サイド。ここももう一度クロスが上がってトラップして豊川オーバーヘッド、シュート放っていった14番の豊川優太です。そしてすぐに反撃に転じるタイ、オナユーの足に当たりますがここでチャナティップ。まあ、そんなタイの選手たちの背中を押す大きな声援も響いています。中にもう送ってきて22番のチェンロップという選手が後半から入っているタイです。オナユーボールをキープできるか、立ちは割っていない。今度は矢島のディフェンス、奪った日本しっかりつないでいきます。キャプテンの遠藤、そして右のサイドバック室谷、一旦ゴールキーパーの串引きまで戻します。串引きからは高いボールが上がって遠藤が競って、このセカンドボールはどちらに出るか、もう一度遠藤が行く。センターバック岩波から右のサイドバック室谷、室谷はもう前線を狙っていきます。オナユーが追っていく、さあ松木さん、はい、後半も18分から19分になろうというところですが、うん、2対0、この後の試合運び、日本はどんなことを意識していけばいいということになりますか。やっぱり点は取られないで、まあ、追加点ですよ。はい、あの勝ってるだけではなくて、やっぱり次につながっていくようなそのチームのプレーっていうものを求めなきゃいけないですから、これは追加点 でディフェンスはやっぱりゼロで抑えるという、はい、まあ、オリンピックの出場権をかけた戦いはまだまだこの先も続いていくということを考えると、この試合一つで中山さん終わりではなく、どんどんこうつながっていくわけなんですよね。そうですね、だからこの試合をどう終わらせるかですよね。はい、その次につながっていく終わり方をしたいですよね。いいね、今の室谷が仕掛けていきました、ね、このシーンも、うん、積極的で、もともと手倉森監督もとにかく失点をしないという点を重視してチーム作りを始めました。うん、さあ矢島がここはボールを受けて中に送って、うん、浅野が抜けてシュートはブロックされる。うん、もう一度矢島が行く、2人の間かわしていきます。なんとかクリアしていったタイです。いや中山さん、今日は本当に前半から矢島が積極的にボールを受けてますよ ね、うん、矢島を経由して誰かにこう落としていくという形でね、矢島がいいところにいいタイミングで入ってますよね。その矢島が今ボールを持っています。浅野とのボール交換、矢島が中にそのまま入っていって室谷は縦に仕掛けていく、一旦切り返してここは相手の足にかかります。ここは厳しくディフェンスに行く日本ですが、いいね、チェンロップがキープします。いいね、そこで潰して置く分には、ね、問題ないですもんね。うん、岩波、遠藤、そして原川が潰しに行きました。加藤さん、対3人目の選手変えてきますね。はい、11番フォワード登録のピニョに変えて、ミッドフィルダー登録中盤の16番タナシットが入ります。まあ、このタナシットは非常に足元の技術もある選手です。これでタイは3人の選手交代枠を使い切ったということになります。あとはあの加藤さん、日本の選手たちは今あのいわゆるアタッカー陣、1戦目出た選手たちがあの日本が攻めていくタイのゴール裏でウォーミングアップだいぶ上がってきたんですけど、やっぱり日本の選手たちが攻め込んでくると、そのウォーミングアップもたまに止めて、こう本当にこう食い入るように気にしながら見つめてますね。
少しずつペースを上げていって、まあ、今どうでしょうか、久保が呼ばれましたか、今ベンチに呼ばれましたね。海外組の一人です。現在スイスでプレーをしている久保優也、フォワードの選手が日本は呼ばれました。さあそしてその日本はシュートを打っていきました。距離はありましたが本当に今日は積極的なプレーを見せています。矢島慎也の右足のシュート。さあそして前の北朝鮮戦はスターティングメンバーでした久保優也、高校3年生の時には当時のザッケローニ監督に年齢制限のない日本代表に招集された経験も持つ久保、その久保が準備を進めている日本ベンチです。オナユがキープして、このセカンドボールの激しい奪い合い、原川タイボールのスローイン。さあこの後久保は誰との交代ということになるでしょうか。ボールをつないでいく日本、ここはただタイにボールが渡ってチャナティップを経由してきます。キャプテンの遠藤が激しくいく、ただチャナティップもボールを失わない。今度は浅野、注意んだよね、ただ前に行かせないということでね、うん、あれで正解だと思いますよ。しっかりとキャプテンの遠藤もプレッシャーを与えていきました。そしてここはスピードを生かしてくるタイです、うん、室谷が攻守に今日も躍動しています。唯一の大学生、明治大学の3年生の室谷聖です。まあ、2点差になってからやっぱりディフェンスも積極的に行くようになったんですね。本当に思い切っていってかわされても後ろがいるというね、ええ、そういった意味ではいいディフェンスになってきましたね。日本アグレッシブなディフェンスも見せている日本、うん、そして久保はどうやら浅野との交代ということになりそうです。まあ、久保はこの世代ではいち早く海外に渡りました。現在はスイスでプレーをしています。非常に中山さん、右足でも左足でもシュートが上手い選手なんですよね。久保はシュート上手いです。シュートに至るまでの、ね、ボールの持っていき方、はい、非常に足元柔らかいんですよね。そして相手が来たその裏を取るのが上手いんですよね。まあ、ただそんな久保も前の試合ではなかなか持ち味を出せなかったと本人は悔しそうに話してくれました。そのリベンジの機会がこの後巡ってきます。ただまずはここは日本は守備の時間、タイのセットプレーです。どんなボールを送ってくるでしょうか。先ほど代わって入った4番のチャオワットは左利き、その左足鋭いボールが入ってきてこぼれている。千六のシュート、もう一つ串引きしっかりキャッチしました。さあそして串引きはここは一旦少し落ち着いて時間を使います。現在は2点のリードがある日本です。まあ、ただこの後半22番のチェンロップを最前線に出てきたタイ、まだまだ怖さがあります。ここはオナユがしっかりとキープをして矢島を経由して今度は浅野、浅野もベンチに下がる前に何か一仕事このピッチに残すことはできるでしょうか。室谷からキャプテンの遠藤、遠藤は正確なボールがある。逆サイドの豊川を狙っていきました。そしてこのボールを追っていくのは7番の原川、左サイドバックは今日は PK を与えてしまいました。ヒヤリとするシーンもあった福岡の亀川です。その亀川にボールが当たります。まあ、亀川は昨シーズン J1 昇格を果たした福岡で大活躍をした選手。ここは長いボールでできますがオフサイドです。ギリギリだけどね、オフサイドだったな、うん、豊川が一つ特徴を見せたシーンです。うん、白のユニフォーム日本、ここは長いボール、豊川の特徴である中山さん、こういったボールのないところの裏への飛び出しを狙ったシーンでしたよね。いい狙いですよね。タイ代表かなりライン上げてきましたからね、そのタイミングを見計らってうまく出たはずなんですけどね、はい、ちょっと早かったなっていうところですね。ドリブルやパス、ボールを持ってから上手い選手が多い中でアクセントになりたいと話していた豊川の飛び出し。そしてここで浅野拓磨がベンチに下がります。代わって入るのはスイスでプレーをするこのチームのエースストライカーになることが期待されている久保優也です。まあ、中山さん、浅野としてはおそらく今日は悔しい試合になったかと思いますが、この悔しさこの先次の試合で晴らしてほしいですよね。まだまだ試合ありますから、そこで自分の特徴を、ね、出してくれればいいですよ。さあそして松木さん、代わって入った久保ですがどんなことを期待したいですか。やっぱりゴールですよね。チェンロップ中に折り返してくる、ここは足を出していった奈良達樹。これやっぱりディフェンスの気持ちからすると、はい、まあ、我々はゼロで遅いからが抑えるから追加点を出してくれと、うん、取ってくれればもっと楽になるわけでね。ですからやっぱりそのための交代だと思っていいと思いますよね。ここもただタイが攻め込んでくる、なんとか足に当てた。そうですね、これディフェンス頑張ってますから、踏ん張ってますからね。ボールはピーラパッド切り返して矢島が追っていくか、中にボールが入ってくる、ヘディング、チェンロップのヘディングを外れていきます。いや
でもねタイもね攻めにボリュームがアップした時にはやっぱりそれなりの攻撃ができるんでね、今のもねちゃんとついてたからいいですけど、まあ、チェンロップには奈良がねしっかりついているんですけれども、ただチェンロップがねやはり日本人では見せないような、日本人では見せないようなこのターンからのシュート、はい、そのタイミングを持ってるんですよ ね、 ね、先ほどから2本ぐらいあったんですけれども、そこは気をつけて体を寄せたいとこなんですよね、このチェンロップは20歳です。23歳以下という大会の中でも若い部類にさらに入るチェンロップが前線で躍動しています。一方こちらは日本の現在のフォーメーションです。浅野拓磨に代わって前線には久保優也が入っています。久保には点ですよ、ね、得点ですよね。浅野も良かったですからね、彼のね、まだ活躍しなきゃいけない場面ってたくさん出てくるから、やっぱりね次ですよね。あと加藤さん、はい、ボール入ってきます。手倉森監督が言ってましたけど、選手のプレー時間というのをグループステージ本当にとにかく考えたいと言ってましたから、次のサウジ戦であったり準々決勝なんかももう考えてるかもしれないですね、はい。まあ、まずは鈴木武蔵は前の試合北朝鮮戦もフル出場でした。その鈴木は一旦ベンチに下げました。さらに浅野もベンチに下げて、今は久保とオナユーという2トップです。日本中2日厳しい日程でオリンピックの切符をかけた試合は続いていきます。ここで左サイドの豊川へのボール、豊川1人かわしますがラインが終わります。タイボールのスローインです。まあ、本当にこの中2日という中で試合が進んでいきます。その厳しい日程こそが選手たちを大きく成長させてくれるのではないかというふうに手倉森監督も話していました。まあ、そしてもう一つは中山さん今日何度も伺っていますが、競争総力戦になっていく中で代わって入ってきた選手がどんな活躍を見せるかですよね。まあ、だから今まで出てた選手は不完全燃焼のまま退いてると思うんですよね、そしてその代わった選手がどういう活躍をするかっていうのも不安な眼差しで、まあ、チームですから、はい、当然勝つこと活躍することを望むんですけれども、そこは非常に複雑な感情でしょうね。前線タイにボールが出ますが、ここは奪いました奈良です。そして岩波のクリア、いいカバーします。まあ、あとはとにかく残りの時間、まもなくあと17分から16分というところですが、松木さん、追加点も取れればそうですが、あとは今後のことも考えて無失点で今日の試合も終えたいですよね。そうですね。あとはね、この中盤、中心にこの、はい、自分たちのリズムで最後までこのゲームを終えたいとなると、おお、前を向いた、うまく前を向いたオナユー。さあ久保も中で呼んでいる、久保が寄っていって、ここは低いボール、久保は見送って相手にボールが当たります。まあ、久保も前の試合北朝鮮戦ではなかなかボールを受けられなかった、味方との距離感があまり良くなかったというふうに反省をしていました。そういった意味では久保の良さ、23歳以下の中にこんないい選手がいるんだなということをぜひ見せてほしいと思います。背番号11、フォワードの久保優也、現在スイスでプレーをしている選手です。ここでボールを奪った岩波、さあその岩波の前には久保がボールを呼んでいますが、どうだ、オフサイドはない、久保が抜けていく、ゴールキーパーと1対1、久保のシュート、入った、入った、よし、これだよね、代わって入った久保優也、日本の3点目を奪いました。いやー、今インターセプトから素晴らしかったね、カットからもう一気に行きましたからね。日本のある意味では層の厚さを証明するようなゴールシーンになりました。代わって入ったばかりの久保のこのシュート、まあ、オフサイドラインギリギリというところで抜け出していきました。いいよいいよ、ソンポーン、ゴールキーパーの手には当たりましたが、そこは久保の気持ちが勝ったというシーンになりました。ただ久保の前にね、やっぱりインターセプトから来たというのがね、本当にいい流れでしたよね。そうですね、岩波ですよね、今パス出したのは、はい、岩波がいいカット、カットからのね、あのタイミングを見計らったパスですよね。素晴らしかったね。バックの岩波がかなり高い位置までボールを運んでいって、そのまま久保にラストパスという形になりました。さあ日本3対0になって残りはあと15分です。今日の試合勝つことができれば決勝トーナメントの進出が決まります。大きな大きな3点目になりました。日本の11番久保優也の今大会最初のゴールになりました。さあそしてもう1点取れるかどうか、久保がここは左に流れて追い越していった、豊川がここは
オフサイドポジションフラッグが上がっています。ただあるじゃないですか、鈴木武蔵選手も1点、はい、久保選手も1点ということでね、両フォワードが取ってるから、うん、やっぱりチームとしてはねすごく乗ってきますよね。松木さん、はい、そのアタッカーのゴール見てた南野選手が今ベンチに呼ばれましたよ。あ、じゃあ南野も今度はねっていうところでしょうね。これね、さっきのナイユのねプレーね、前を向いて、さあそして日本はもう一人の海外組、このチームのエースである18番中盤ミッドフィルダーとしてプレーをする南野匠が呼ばれました。南野匠は今日が21歳の誕生日、まあ、特に前の北朝鮮戦一本のシュートも打つことができず本当に悔しそうにベンチに下がっていった姿が印象的です。さあそしてボールを受けたのはフォワードの久保、久保からは前にはつながりません。チャナティップに対して厳しくいった遠藤、ここはファウルを取られます。今ね室屋がいい動きしてるんですよ ね、 そうね、このタイミングに合わせてね出してあげれば大きなチャンスかなと思ったんですけどね。今ねちょっと遅れたね、うん、さあそして南野も控えていますが、まずはここは日本のチャンス、左サイド切り裂いていって折り返せるかどうか。サイドバックの亀川が高い位置まで仕掛けていきました。さあそしてこの後南野が誰と代わって入ってくるでしょうか。前の試合はほとんど何もすることができませんでしたと話していた南野です。ただネガティブな思いはないです、そんな風にも話してくれた南野がこれから入ります。矢島とこれですね、21番矢島に代わって日本18番エース南野が入ります。まあ、特に松木さん今日は矢島が本当に素晴らしいプレーも見せたしゴールも決めました、ね、はい、みんないいプレーしてますよ。そしてあのやはりフォワードがねそのきちっとボールをあの点を取ってるっていう部分ではこの南野選手にすごくいい刺激を与えながらのこの残り時間のね、うん、彼のプレーですよ。この南野もすでに年齢制限のない A 代表ハリル・ホジッチ監督率いる日本代表の一員としてもプレーしている選手です。その南野がこの後中山さんどんなプレーを見せてくれるか本当楽しみですね。楽しみですね。オーストリアのザルツブルクで現在海外組としてプレーをしている南野です。どう前線と絡んでいくかですよね、まあ、北朝鮮戦では結構そのサイドに張ってるケースが多かったんでね、はい、なかなかボールに触る機会も少なかったと思うんですけどね、うん、今日はもっと中にもね仕掛けていってもらいたいですね。そしてここはチャナティップがキープして左に送ってピーラパッド、もう一度チャナティップの前も空いているが横パスを送ってきます。プレッシャーをかけていく日本の原川、ピーラパッドが中パスを送って岩波がついていく日本、もう一人行く、ここは南野のディフェンス、中にボールが上がってくる、岸引き抑えました。もうよく取ったよ、勇気を持って飛び出していきました岸引き。ぶつかってきてるからねこれ、大丈夫、ちょっとこれ危ないシーンですから、でもよく離さなかった、うん、そうですね、うん、ナイス、岸引きの下に入り込むのような形になりました。今日はいろんなところぶつかってるね、一番の串引きね、うん、足だったり胸だったりもね大丈夫かな、まあ、ただ、うん、全ての出られないゴールキーパーたちの思いも背負って自分はこのピッチに立ちたいと話していた串引き、強い思いでもって、まあ、おそらくこの後も立ち上がってくるはずです。昨シーズンは清水エスパルスでプレー、来シーズンは鹿島でプレーをする予定になっている串引きが立ち上がりました。さあ残りはあと10分ということになりました。3対0リードしている日本です。鈴木武蔵、矢島慎也、そして久保優也のゴールが決まりました。あとは代わって入った18番南野のゴールはこの後生まれるか。オナユが競り勝ちます。ボールをつなぐタイ、ここは蹴ってきます。さあ中盤でボールを拾いました。現在は久保そしてオナユの2トップ、右に18番の南野が待っています。さあ左サイドから攻め込む日本、一旦戻してここは原川が落ち着いてパスをつないでいきます。自分はボールを触ってなんぼの選手、そんな風に話していた原川。そして南野、右サイド室屋、今日は積極的に仕掛けている室屋聖です。改めてですが中山さん、この南野の特徴、どんなところに強みのある選手なんでしょうか。まあここは久保が強引に行って
フォワードがボール持った時ですよね、ツートップがボール持った時の飛び出しですよね。そしてそれができない場合に足元にもらうような動きをして、そこからのミドルもありますし、自分で仕掛けて、ゴールをこじ開けるという力も持ってますからね、オールラウンドプレイヤーですよね。非常に得点能力の高い南野です。でザルツブルグでもここのポジションやってますから、右サイド、はい、だ かなりアップダウンの激しいプレーを向こうでも見せてましたね。だそういうプレーも期待できますね。さあその南野、今日はまずは1本シュートを打っていきたいところです。その南野の頭の上をボールは越えていきました。岩波が競り勝って、そして南野胸で落として、ちょっとね相手激しくなってきたから、そうですね、これ怪我も気をつけながらこの残りの時間プレーしなきゃいけませんからね、日本は。だからこういう時こそ早めにボールをねさばいていくっていう、そのチーム全体のこのキープ力を簡単にするっていうのが必要ですよね。抜け出しているのは南野ですが、ここはオフサイドです。まあ、ですから松木さん、この自分たちの状況あるいは相手の状況に合わせて残り時間も考えていろいろとプレーをする仕方も変えていかなくてはいけないということですよね。もちろんもう相手はねかなり激しくねボール際来てますから、はい、こんなところでやっぱりつまらない怪我をしないようにね、それもやはりチームの考え方としてこの残り時間必要になってきますよね。で途中から入ったまあ18番の南野選手のような選手はやっぱり点をねもう何ですかもう狙っていくっていうね、もう時間関係ないですね。この残り時間で自分が何ができるかっていうところに挑戦してほしいですよね。ミドルも持ってますからね、うん、積極的に狙ってもらいたいですよね、うん、今日が21歳の誕生日の南野拓実、まあ、勝利をチーム全員で分かち合いたい、そんな風に話していました。まあ、先ほどの浅野選手にも言ったように、まあ、彼らが活躍する場面はこれからいくらでも出てくるから、だからねそれまでにねきっちりと準備整えて気持ちも全てね。さあここはダイレクトで、よし、さあ久保がうまく抜けていった、南野も横に行くのが、久保は自ら行く、どうだ、かかったか、PK だ、笛が鳴って PK、 久保が仕掛けて PK を取りました。日本うまいボールの運び方でした ね、 相手が来たら PK になるという ね、 ここで体入ってますからね、完全にもう、うん、来てるね、すっと抜け出していって、そしてここでPK を得ました11番の久保、まあ、日本にも PK を与えてるんでね、この辺はもうすんなりとレフリーもねいただいちゃったって感じだね。その久保自ら迷わずにボールを取って、さあ自分がキッカーだということでボールを置いていきました。久保今日2点目となるかどうか。ボールを見据えて久保が落ち着いて決めていきました、うん、日本4対0、ナイスゴール。後半の39分、久保今日2ゴール。いやー本当に中山さん、日本としては決して楽な戦いではなかったものの、気持ちよく本当に今はゲームを進められてますよね。まあ、非常に時間を追うごとにねチームとしてもやるべきことを狙いどころをね絞ってうまく戦ってますよね。あとは先ほど松木さんからもお話があった、はい、変わって入ってきた選手がこうやって持ち味を見せている、これは大きいですよね。はい、これはね、まだ試合に出場していない選手も含めて、やっぱりすごくいい刺激になりますし、チーム全体がぐっとこう力をつけてきますからね。まあ、こうなると今ピッチに立っている選手といえばオナユーであったり南野、そういった選手のゴールを取りたいという気持ちも出てくるでしょう。そしてここは久保に対する厳しいプレッシャー、ファールになります。まあ、さらにすでにベンチには下がりましたが、サンフレッチェ広島でプレーをする浅野拓磨も今日はおそらく悔しい思いでもってベンチに下がったかと思います。そんな選手の悔しさを晴らす舞台もまだまだ待っています。短期間で一気に試合が行われるとはいえ、まだこのリオデジャネイロオリンピックアジア地区最終予選は始まったばかり、今日が日本にとっては2試合目です。現在4対0でリードしている日本です。さあここで南野がいますが、ファーサイドまで送っていって室谷が上がってくる、ここはタッチライン終わりました。今日の試合勝てば決勝トーナメントの進出がまずは決まります日本。まあ、さらにその後準々決勝準決勝と勝ち抜いていき、上位3チームには今年8月に行われるリオデジャネイロオリンピックの出場権が与えられます。6大会連続のオリンピックの出場を目指す日本です。
まあ、この5大会続けて日本がオリンピックに出ているということで、まあ、それがプレッシャーになると同時に楽しみでもある、そんな風に話してくれた選手もいます。世界へと続くオリンピックという道を途切れさせないためにも選手たちは戦っています。さあボールはゴールキーパーの串引き、ここはしっかりと時間を使っていきます。残り時間はすでに5分を切っています。日本とタイの一戦、とにかくこのまま松木さんしっかりとゼロで後ろは抑えて次の試合につなげていきたいですね。そうですね、あとは、まあ、きっちりとその一つずつのプレーをこう正確に大事にプレーをするっていうことが大事だと思いますね。点差よりもやっぱり次につなげていくような自分たちのリズムっていうのをここでね、残り時間もう少ないですけども、そこでもやらなきゃだめ。どうですか中山さん、やはりこういった短期決戦集中開催という時には勢いのあるチームというのは怖さがやっぱりはあるんじゃないですか。まあそうですね、そういった意味でこの2戦目でね、だいぶ日本も勢いをつけてきてますからね、はい、それを失わないような終わり方をしたいですね。まあ、この大会に入る前には得点力不足というものも指摘されていた日本だけに、今日のこの4得点、これは大きな意味を持つかと思います。残り時間も間もなくあと3分というところ、48年ぶりのオリンピック出場を目指すタイもただまだ諦めてはいません。パスをつなぎながらなんとか日本地内にボールを運ぼうとしていきます。ここは南野がディフェンスに行きます。今度はキャプテンの遠藤、遠藤も今日は中盤でずっと相手の攻撃を潰しています、うんうん、その遠藤から前へ久保、そしてさあ南野、中にはオナユ、南野の折り返しは相手に当たってオナユがまだ追っていきます。コーナーでしょ、ね、日本ボールのコーナーキックです。右サイド開いていた18番の南野が一つチャンスを作りました。セレッソ大阪の下部組織で育ちました南野、現在はオーストリアにその活躍の場を移しました。その南野がそのままボールをセットしてコーナーキックです。さあ日本もう1点奪えるか。南野からは高いボール、ここはゴールライン終わりました。手元の時計も間もなく後半42分から43分に入ろうとしています。今日は前半の27分に鈴木武蔵のゴールが生まれました。その後後半に入って矢島、久保、そしてさらに PK で久保がもう1点、4対0大きくタイに対してリードを持っている日本です。ここで落下点には南野から、タイのピーラパッドが奪ってそのままボールを運んでくる。最後まで集中して守りたい日本、ナイス室谷製のディフェンスです。12番室谷ずっといいね、いい今日も本当に攻守によく走ります。唯一の大学生です、室谷製。さあその室谷が最後に触ったボール、タイのコーナーキック、ここはどんなボールか、ショートコーナーだ。ここで中へのボール、うん、行ってるしね、これ今のも体を投げ出しました。ただ細かいパス繋いでチャナティップ、細かいボールタッチで縦に仕掛けてくる、奪えるか日本、丸ボールはチャナティップ、ここで中にクロスボールが入ってくる。室谷、いや本当に室谷が攻守に今日は躍動しています。メリークッドだ、ね、運動量もありますし攻撃参加、あるいはクロスの質もいい室谷。久保が抜けていく、ここは体を入れられますが、ちょっと手引っ張っちゃったな。ここは久保のファールということになりました。20番のオナユが間に合うようにって言ってくれね、そうですね、ちょっと腕を引っ張っちゃった感じ。仲良しじゃないんだけど腕を引っ張ったって感じ。そしてここはまたも室谷、しっかりと体を入れます。相手の左サイドの攻撃はことごとく室谷が抑えて、そしてワンタッチで落として、久保からファーサイドの豊川が走っていく。この裏への飛び出しが豊川の武器、どちらに出るか、豊川ありがボールを抑えて、中には久保が待っています。右足持ち替えた豊川、ふわっとしたボール、今南野にね、うん、ファーサイドは南野拓実が待っていました。よく見えてたんですけどね、見せたね。ここは長いボール、くしびきがしっかり蹴り出していきます。さあ後半もアディショナルタイム、追加時間に入りました。後半のアディショナルタイムは3分です。ここは攻め込んでくるタイ、チャナティップがボールを左に送って、室谷がここも対応していく日本です。戻っていった南野もディフェンス、南野が奪ってこれですね、そう南野、うん、久保、そして遠藤、もう一つチャンスを作れるか日本。豊川、左サイドの亀川も上がってきた、うん、
そして久保も前線動き出している。どこを狙うか、豊川。ここは少しタイミングが合わなかったでしょうか。もう一度組み立て直す日本です。亀川、原川、全員が裏に出したんですけどね。今久保もね、裏行ったんだけど、ね、あれ開いたら多分フリーで、ね、もらえたんだよ。まあ、もう1点という気持ちがみんな欲しいんだよね。一緒でしたよね。みんな点が欲しいんだよね。さあ、ボールはタイです。チェンロップしっかりとキープをして、このまましっかりと無失点で終えたいテグラモリジャパン。裏へのボールはオフサイドです。いいね。このグループ B には日本とタイ、さらには北朝鮮とサウジアラビアという4チームが入っています。日本は初戦北朝鮮に勝っていますので、今日このままタイに勝つことができれば、まずは準々決勝、決勝トーナメントの1回戦への進出が決まります。リオデジャネイロオリンピック出場をかけたアジア地区の最終予選、日本にとっての第2戦です。ここまで4対0、大きくリードを奪って日本、残り時間も徐々に少なくなってきました。日本コールも響いています。カタールドーハ、高く上がったボール、競っていくのは原川。もう一度ホイッスルが鳴って、ここはタイが素早いリスタート。あとイエローカードとね、怪我だね。そうですね、うん、久保がチャレンジングから奪って、うん、遠藤からのボール、もう一度、惜しい ね、 今も南野が走っていました、ね、さあ、そしてチャレンジング、日本に対して一矢報いようというタイ、そのタイを後押しする声援も響いています。チャレンジングが攻め込んでくる。奪って今度は南野です。南野は1人2人とかわして、そのままボールを運んでいく。まだボールをキープする南野。フォローがいないんですよね、ちょっと出すところがなかったでしょうか、うん、任せちゃったね、周りがね、はい、ゴールキーパーの串引き。アディショナルタイムも2分台。小田優がボールを追っていきます。小田優が行くマイボールにできたか、うん、ここはまだタイボール、ね、おーさあ、そして小田優の元にボールがこぼれて、さあ、南野拓実仕掛けていって、左足、惜しいな、シュート放っていった。ただここはゴールキーパーに止められました。そしてここで試合終了のホイッスル。遠くブラジル、リオに向けて、まずは決勝トーナメント進出一歩を踏み出した日本代表です。4対0タイを下しました。さあ、これでまずはゴールという意味でいうと、中山さん、今日は4得点を奪えたというのは本当に大きな意味がありますよね。大きいですね。前線の選手が 4ゴールですからね、はい、これは大きいですね。この勝ち点3を積み重ねたことで、日本はこのグループトップに、まあ、トップをキープしたということになります。サウジアラビア戦を残して決勝トーナメントの進出が決まりました。まあ、ただ今度はまた中2日でサウジアラビア戦があります。次は松木さん、1位通過を狙うための試合ということになりますね。そうですね、やっぱりこのペースを乱さない、ね、誰が出ても同じようなゲームができるというのがね、これは理想だと思いますから、そこに向けてね、いい準備してほしいと思いますよね。そのためには今日は無失点で終えられたというのは、松木さん、本当に次につながるんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱりラッキーなところもありましたしね、次につなげてほしいと思います。さあ、そして間もなくこのチームを率いるテグラモリ誠監督のインタビューが聞けそうです。いや、2連勝ということになりました日本です。放送席 U23 日本代表テグラモリ監督です、まずこれで2連勝、グループステージ突破決めました。まあ、本当厳しさを持って、ね、戦おうという、ちょっと PK 取られてね、あそこで1点差に詰められたらという状況でしたけど、なんとかしのいでね、あとはまあ、僕らはメンバーを変えて、ね、戦って、こうしてこう総合力を示せたというところは、ね、非常に良かったなと思います。今日6人、まあ、メンバーも入れ替えながら、それからアタッカー陣の奮起も促したいとおっしゃってました。結果という面ではこういろんな掴んだもの大きいんじゃないですか。まあ、アタッカーが、ね、点取ってくれたんで、まあ、これをこれからの戦いに、ね、みんなが勢いを持ってやってくれればなと思います。次のサウジアラビア戦はその先も見据えたゲームにできると思います。どんなゲームにしたいですか。まあ、まずは、コンパクトな、ね、サッカーを少し心がけて、ちょっとショートカウンターで、ね、手数かけない攻撃と取った後のポゼッションというのを、ね、うまくコントロールしたゲームができれば、まあ、最高ですけどね。いや、本当にナイスゲームでした、はい。
りました。ありがとうございました。日本テグラモリ監督のインタビューでした。まあ、今のテグラモリ監督の表情もそうですし、続いて先制点の鈴木武蔵選手です。まずはチームとして2連勝グループステージ突破おめでとうございます。ありがとうございます。今日のゲーム振り返ってみて鈴木選手どうですか。そうですね、まあ結構自分たちでボール握ってペースつかめてたんで、まあやろうとしてることができた試合だったかなと思います。あの立ち上がりから日本猛攻を仕掛けながら、あのポストだったりバーでなかなかゴール取れず、その中で鈴木選手のゴール、どんな気持ちでしたか。そうですね、まあ渡君との関係性が良かったっていうのが、まあ、全てかなっていうふうに思いますね。まあ、ゴールのところは、まあ、思い切って振り抜きました。もうあれはワンタッチで来ると信じてたよ。そうですね、もう渡君に来た時に裏って要求してたんで、声出して、でそこでちょうどいいボール来てくれたんで、まあ、それはすごい、まあ、いい関係だったなというふうに思います。これでチームとしても次の試合も戦いやすくなりましたよね。そうですね、すごい戦いやすいし、まあ、グループステージ3戦3勝して、まあ、トーナメントに向かっていきたいです。ナイスゴールでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。鈴木武蔵選手、今日は先制点を奪いました。そのインタビューをお聞きいただきました。放送席今日2ゴールの久保選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。途中出場からの2ゴール、自分としては手応えどうでしたか。いやでも結構スペースが空いてたんで裏を狙おうと思ってましたし、まあ1試合目点取れなかったんで今日は取りたいと思ってました。まあ、アタッカーとしてはですね、得点力というところはずっと言われ続けてきたと思うんですけれども、得点を取ってみてどんなことを今感じますか。まあ、チームがうまくいっていれば、まあ、フォワードの選手も点取れるかなというのを思いました。今日はあのベンチからのスタートということになりましたけれども、どういうふうにチームを見てたんですか。いやすごい立ち上がりもすごい良かったですし、まあ、フォワードの武蔵が最初点取れたことでチームがすごいいい方向に向かったかなと思います。鈴木選手のゴールは刺激になりました。いやまあ正直嬉しかったです。これで1次リーグ突破は決まりました。ここから先の戦いというのはどんなことが重要になってくるでしょうか。まあ、一発勝負なんで、まあ、先制戦取れればかなり楽になる試合もあると思うんで、まあ、チームでもっとまとまってやっていけば勝てると思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は2ゴールを挙げました久保優也のインタビューでした。いやとにかく鈴木武蔵、そして久保というフォワード陣がゴールを奪った今日の日本です。キャプテンの遠藤選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。これで1次リーグ突破が決まりました。今の気持ちを聞かせてください。そうですね、まあ、やっぱり初戦勝って、まあ、次もしっかり勝って決めたいという思いはあったので、まあ、内容的にも少し前回よりは良くなったので、まあ、しっかり結果を得られてまずは良かったと思います。あの初戦非常にテンションが高いゲームの後で今日の試合を迎えたわけですけれども、試合前に選手同士ではどんな声を掛け合ってたんでしょうか。いやまあいつも通り入るというところで立ち上がりから前から行って、まあ前節の反省は、まあ、ボールをつなげなかった部分だったので、そこはしっかりつなげるときにつないでいこうという話をしていて、そこは良かったところだと思います。あの先制点の場面は遠藤選手からのスルーパスでしたけれども、どんなイメージだったんですか。あの相手のアンカーの脇が空くという分析があったので、そこにうまく、まあ、顔を出せて、まあ、武蔵が裏に出せということを、まあ、言ってくれたので、まあ、うまく合わせられました。インタビューの途中ですが、大会2戦目、日本が4対0でタイを下し、リオに向けてまずは決勝トーナメント進出を決めました。